例えばそのアラバスタから空島に行く流れなんですけど、まあ、ビビが、仲間になると思いきや仲間になんなかった。で、これ、まあ、ヤマトが仲間になると思って、仲間になんなかった状況とこう被ると。で、その代わり、アラバスタ編終わりでは、まあ、ロビンが乗船したと。で、今回ね、1060話で、なぜかわかんないですけど、ボニーがね、乗船したっていう流れ。で、あとは、想像できることは、現実に起こり得ることである。ナレーションとともに、空からガレオン船が降ってくるみたいなね、そういうオープニングで、空島編は始まっていきましたが、今回もね、いや、まず想像を超えるものが空から降ってくるっていう意味では、これもね、ちょっと無理やりになるかもしれないですけど、ウラヌスっぽい攻撃がね、あったと。で、あとは目的が空島編とかはね、ログが空島に取られちゃってどうやって行ったらいいかわからないっていうね。だこれラフテルにどうやって行ったらいいかわからないというか、最後の1個のロードポネグ誰が持ってるかわからないっていう、その当てもなさ加減は、結構似てる。 でこのリンクっていうのがこの最終章で難しくなってきてるのが、これも最近私は説明しますけど、例えばワノ国の終わり方って結局そのアラバスタ編もビビとヤマトとかロビンとボニーとかあるんですけど、どっちかというと魚人島編のね、終わり方の方が綺麗度は高いというかね、リンク率が高いというかね、カリブーがどっちにも最後登場して古代兵器の情報をね、プルトンの情報、ポセイドンの情報を得る3つの針がある新しいログポースっていうのが巨人と編で紹介される。でこっちでも、全く同じくね、3つのロードポーネグリフが指す島みたいな説明が入る。で真ん中の島に興味を持つルフィみたいなね、ワノ国編の方は、ね、結局くじ引きには負けるわけですが、ここもリンクしている。で、どっちの物語でもシャンクスを思い出すんですよね。まあ、ワノ国編では緑牛の覇気を感じ取ったルフィがシャンクスを思い出す。懐かしい顔が浮かんだ。で、こっちはこっから先は新世界だ、こっから先はシャンクスのいる海だみたいなね、麦わら帽子をこうかぶせられるところを子供の頃のルフィ目線でこう思い出すみたいな。で、例えば今回ボニーがわけわかんねえマリージョアから新世界の後半のね、ワノ国の先の海にドンって出てきたんですけど、この今言った魚人島編のリンクってどういう風にこの後進んでいくかっていうと、海底を進む麦わらの一味は白い竜って書いてホワイトストロームに、まあ巻き込まれそうになると。だからこのホワイトストロームっていうのが魚人島編で来てるってことは、このボニー、これホワイトストロームでもしかして来てねえかっていうね、マリージョア近辺から。でホワイトストロームって、どういうあれかっていうと、まあ、この渦に捕まった船は後日信じられないほど遠い海で船だけ発見されるそうっていうね。でルフィが夢のワープゾーンっていうクエスチョンをね出して、こんなわけあるかいみたいなので突っ込まれているギャグ描写みたいなね。でこのホワイトストロームっていう自然現象をどっかでは多分使うはず。あれをそのまま放置して魚人島からパンクハザードに行く時になんかただ描かれただけのあれとはなんかね、思いづらいというか、何らかの意味を込めて小田先生がこの伏線を配置していることを考えると、ここで回収されるのはまあまあ綺麗というか、とんでもないほど離れた海でね発見されるみたいなね。ただまあボニーは能力者だから海底が本当に飲み込まれたら絶対に死んじゃうはずというかね、これをだからどういう風に回収するかというと、この1060話の最後ね、なんか冬島近海のこう匂わせは、あって、みんなね厚着をしてるルフィとかもコートみたいなの着てる状況だったんですけど、それでもそのね現象を見てナミの口から どんな温度差よっていうね、セリフがあると。いくら周りの気候が冷たかろうとこんな規模の断水渦は出るわけがないっていうので言うと、マリージョア近辺でこっち側についてるとして暖かさを与えることができるとかっていうと、もうメラメラの実しかほぼなくなってくると思うんで、結局ボニーもクマを助けようとしてて、革命軍もクマを助けようとしてて、目的は一致、してました。で、何の間説明もなくめっちゃ離れたところでボニーがボンって出てきた。でしかも温度差みたいなのが匂わされてるってことを考えると、なんかメラメラの実プラスホワイトストロームみたいなね、なんかサブがどういう技を繰り出したかわかんないですけど、なんかそういう形で何とかして遠い海に逃がしたみたいな、それほど切羽詰まった状況だったのか分かりませんが、なんかそんな感じで、ね、可能性はあるんじゃないかってね。ジュエリーボニーはホワイトストロームプラスメラメラの実みたいなので、ワノ国まで来た。だからここでボニーが加わったっていうことで、その指針というかね、それがこうなんか定まるというか、ボニーはどうしても行きたいところがあるみたいなので、そこがたまたま火の傷の男が得られる街とかね。であとはその冬島とかっていうと、やっぱりベガパンクっていうのがまだ出てきてなくて、まあ未来国バルジモアとか、まあパンクハザードのね研究施設とか、冬島サイドとなんかこう科学者っていうのがなんかこう紐付けて描かれることがなんかちょっとあったりするんで、科学者関連だとするとたまたまボニーが来てベガパンクに会える可能性がある島みたいなね。でまあ皆さんが一番知りたいのはこのベガパンクの高齢が誰なんだ何なんだっていうところなんでしょうけど、それまあいろいろ考えてみたんですけどね、まず本物か偽物かっていう部分を考えることで、まあ本物だったらいろんなミスリードというかね、嘘の発言みたいなのとかもぶわってあって、結局女の子なんだっていう回収のされ方になるんですけど、なんかそれだとね、あまりにも小田先生っぽくないというか、味気なさすぎるというか、クマが嘘ついてたのかいみたいなね感じになってしまうんで、まあ10中8区って言っていいのかな、もう 99% とかでいいのかな、まあ本人じゃないんじゃないかっていうね。でまあワンピース作中ではベガパンクの世界一の頭脳を持つ男とか彼とかパンク野郎とか男性だという前提があった上でのこう発言がねある上に、アニメ版で声出てんだっけ、アニメでやめるんだシーザーみたいなところかな、あそこおかわりまだって言ってる、うん、でアニメではもうすでに男性ボイスでね、男性ボイスが確定しているっていうのもあるんで、まあ、十中八九この女の子は本人ではないんじゃないかっていうね、初見でそう感じたもう部分でございますが、でさらにこの1061はね今回描かれていったので、まあメカシャークっていうのが描かれていきました。でこれなんか数字が書いてあるんだよね全部ね、ウォーターセブン編のフランキーの過去編バトルフランキー何号みたいな37号とかみたいなイメージで、製造番号のようなね数字が描かれていっている。で、メカシャークとこのベガフォースか12って書いてある。でそのメカシャークベガフォースで最後に登場した女の子っていうね三段構えで考えると、まあ02って書いてあるんで、普通に考えて、まあ、どういう可能性があるかだよね。科学者の島というかね、未来島ってなってるんで、さすがに悪魔の実の能力がああでもまあ決闘因子可能性無限大すぎんだよな、もうこのチャンネルで何回か言ってんすけど、考察にこれ多分ベガパンクがやったんじゃねっていう、ベガパンクが出てきた時点で非信号というかね、ベガパンクに頼ってちゃダメだみたいなさ考察をね、チートすぎんだもんだって、ベガパンク何でもできちゃうから、例えばマネマネの実の血統を解明してそれを利用して自分の姿を変えるとかねっていう可能性とか、もう考えられる、それこそ想像できること全てがエッグヘッドで現実になりそうなね感じがあると。ただそんなに複雑なことは小田先生はしないだろうとかね、02って書いてあるから普通にっていうことで言うと、まあ人造人間というかね、アンドロイドとか、まあそれかセラフィムに近い作り方をしている、クローン兵を作るに近い作り方をしている何かなのかとかね、まあ、ちょっとドラゴンボールご存知ない方はちょっと例え分かりにくいかもしれませんが、人造人間20号タイプか、それか17号18号タイプか、それか16号タイプかみたいなね、まあその3択でいいような気もするけどなあ。とまあ血統因子とかも絡んでくるのかとか、自分の血統因子を無から作り上げた女の子のロボットに入れるとかパターンもあったりするのかとか、脳の移植とかね、なんかその辺まあ無限に可能性考えられますが、まあまあこの辺りのいずれかなんじゃなかろうかというね。この最後のページに出てきたベガパンクがアンドロイドかどうなのかとか、何よりもこの私もっちが今ワクワクしているのは、このベガパンクに関する多くの謎、もう死ぬほど描かれてきてますから今まで。これが今回のこの冒険で全部は回収されずとも、ベガパンクの謎が全部解き明かされましたってなったら、もうワンピースの謎7割解き明かせますと同じなんじゃなかろうかというぐらい、ベガパンクは最重要人物というかね、その回収されるであろうこともちょっと振り返っていこうかなというね。でそもそもこのベガパンクっていうキャラクター、これ小田先生どうやって作り上げたんだっていうね、まあ、パンクはパンクロックとか、まあ、くだらないとかっていう意味とかね、まあ、ベガとパンクにまあ分けるとするならば、ベガっていうのは星の名前であると、でこと座で最も明るい星と、夏の大三角形の一角というかね、めちゃめちゃ明るい星っていうのがまあベガで、未来国バルジモア出身なんですけど、このバルジっていういうのは宇宙銀河の中心部に存在する膨らみのこと。だから銀河系、皆さん銀河系イメージしてくださいっつったら、土星じゃないけどなんかこんな集合体、こうなってここ膨らんでるみたいなさ、こんな集合体をイメージするじゃん、銀河を想像したら。このことをバルジって言ったりするというね。ベガもそうだし、バルジもそうだし、宇宙関連のキャラクターというかね、宇宙を示唆するような宇宙イメージのあるこうキャラクターで、500年先のを行く頭脳とかね。であとはそのベガパンクのシルエットが、それこそパンクハザード編でね、やめるんだシーザーみたいな、出てきたんですけど、それもかなり異質なシルエットとかって考えると、この宇宙イメージ、500年先を行く頭脳、異質すぎるシルエット、この3つ考えると、やっぱりエネルのスペース大作戦のね、宇宙海賊とか、その辺をこうなんか想像、連想するというかね、そっちをね。で、戦闘丸、金太郎の格好をしてて、ここにおそらくはベガパンクのロゴマークというかね、書いてあるんですけど、なんかもう、それこそ目玉の親父みたいな、一つ目になんか扇みたいなのバーバーバーってついてるみたいなね。であれとかも一つ目を別に想像してるんじゃなくて、宇宙服の、なんだろう、被り物というかね、それこそ宇宙をなんか想起させるような感じ。で、このベガパンクっていうのの、まあ正体とか、その辺で、まあ大事になってくるのが、エネルのスペース大作戦の同じく天才科学者。これも500年先進んでると言ってもいいよな。だって、もうロボット作ってんだから。で、この月見博士もね、なんか月見なんでしょうけど、まあ宇宙をそれこそ連想させる、まあネーミングでもあると。で、この謎だよな。月見博士の出身はカラクリ島生まれってなってるんですけど、カタカナでカラクリ島、カラクリ島ってなってるんですよね。スペース大作戦でね。で、ベガパンクの故郷、これは本編に出てるんですけど、カラクリ島の、未来国バルジュモアなんですけど、ここはひらがななんですよね。これが同じ島なのか、違う島なのか、ただ気候が違うんだよね。未来国バルジュモアって、ベガパンクの故郷のところって完全に冬島というかね、土暖房システムを開発しようとしてたぐらいですから、そういう気候なんですけど、月見博士がいるカラクリ島は、月見なんで、それこそ秋島というかね、なんかそんなイメージがある、すすきみたいなのがあったり、式見をしながらお団子を食べてたら喉に詰まらせて死んじゃうみたいなね、なんかエピソードなんですけど、だこれの秘密がどうなるか。で、エネルのスペース大作戦って、エネルが月に行きました、そこで起こった物語っていうことだけじゃなくて、エネルのスペース大作戦の中に過去編が入るんだよね。エネルのスペース大作戦の過去編に月見博士が多分出てきてる感じなんだよな。なんで作れるかもわかんないんだけどね、おじいちゃん型の小さいロボットを作ってて、月見しながらお団子を食って喉に詰まらす、なんか月で爆発ドーンって起こるんだっけ。で、ここで死んじゃう。で、そのロボットたちはもう心が若干あるぐらいの感じなんで、仇を撃とうと。この月見博士が餅を喉に詰まらせて死んじゃった、その元凶は月じゃねえかっていうことで、風船を使って月に行くと。で、月に行って宇宙海賊にやられちゃうんだよね。っていう過去編があって、で、そのボロボロになった、おじいちゃんのロボットをマクシムで月に行ったエネルが見つけるみたいな、なんかそんな話だよね、確かね。あの爆発が何気に作中最大の爆発。あ、そうだね。地球から見える規模の爆発だからね。そうそうそう。だからあれ過去編だから時間軸がどうなのかっていうことなんだよね。その月見博士が生きていた当時は、そのカラクリ島っていうのは穏やかな気候、秋の気候だったんだけど、ベガパンクが生まれる頃には冬島に変わってたって可能性もあるし、別の島の可能性もあるし、ただでもこれが無関係だとは絶対思えないじゃん。500年先を行く頭脳、技術、知識みたいなのを月見博士も持っていたはずだし、それが宇宙とつながりあるとか、キノコ大都市とつながりありそうな雰囲気とかっていうところなんで、で、カラクリ島っていうのでつながっている月見博士とベガパンクはどういう関係なのか。月見博士の孫とか子供とか、フォーネグリフの読み書きじゃないけど、その知識がカラクリ島で受け継がれてきたとかなのかな。そうだ、その辺がね、分かってほしいんだよね。6体のベガパンク。さっといきますか。今回、まあベガパンクで、本体はステラで、6体のベガパンクは猫（サテライト）みたいなね、言われ方をしている。ステラとサテライト、カタカナいっぱい出てきますよ。で、これが、まあ意味としては、ベガパンク本体はステラって言うんですけど、それの意味としては星とか惑星っていうね、意味で使われる。で、サテライトっていうのはまあ衛星ですんで、読んで字のごとしというかね、うまく例えられているというかね、自分が惑星で分散させた、6つのこう衛星がありますというね、本体は自分でという。で、この惑星1つに6つの衛星っていうのは、なぜかわかんないですけど、大原のね、全地の先にあるあの天体模型とも一致しているっていうね、数がね、青色の星の周りに6つの衛星が回っているみたいな。これが何を意味しているかまで、一致しているのは一致してるんですけど、だから何っていう話なんですけど、まあだから小田先生の意図としては、考古学を突き詰めてたどり着いた小原の学者たち、青色の星の周りに6つの衛星があるみたいな。科学を突き詰めてたどり着いたベガパンクみたいな。違う角度から真実に近づいてるみたいな、なんかそういう考え方でいいような気がするけど。まあそんな前提だよね、ベガパンクのね、何なのかというところがまずありました。で、まあ、1、2、3、4、5、6、正、悪、相、知、暴、欲というね、漢字一文字でも表せる6つの、サテライトがいますと。で、1からね、釈迦、リリス、エジソン、ピタゴラス、アトラス、ヨークと。これがまあギリシャ神話とかね、釈迦とか仏教とかいろいろあるんですけど、その前にこのキャラクターの姿、形っていうのにまずは注目していきましたと。で、まあ、最初に出てきた02、悪、リリスですよね。これが、まあ私的にも、なんでしょう、この石ノ森章太郎先生の009の主人公、島村城に目がね、右目が隠れる感じとか髪型、それ以外はちょっと逆立ってる感じとか目の感じとかっていうのが非常にこう似てると。で言うと、最後の方に出てきたね、ナンバー5のベガパンクアトラスも手塚治虫先生の鉄腕アトムに似てると。黒ひげ VS ローが地でございますだよね。ここはだから、ローの運命もそうなんですけど、展開予想っていう話にしかなんないと思うんですけど、まあ、ローが勝つ可能性もあるよね。負ける可能性もあるよね。で、誰かが助けに来て引き分けになる可能性あるよね、みたいな。ね、いろんな可能性が提示できるっていう話なんですけど、まずは情報整理ですね。まあ、最終章多分真っ二つに分けたら、政府転覆編組とワンピース争奪戦組に2つに分かれるんですけど、ワンピース争奪戦組ですね。こっちの主要人物、まあもう、シャンクス、ルフィ、ロー、キッド、黒ひげとかね、この5組ぐらいしか今のところ描写がないと。ここにクロスギルド入ってくるのかとか、ウィーブル入ってくるのかとか、なんかその辺わかんないですけど、今のところその5人っていうね、ところでございます。で、まあ一番リードしているのがシャンクスですね。で、シャンクスはもうワンピース取りに行くぞって明確に言ってるんで、もうロード・フォーネグリとか一切関係ねえと。とにかくラフテルに直接行ってワンピースを取ることが、できる状態。で、もう我先にというかね、一番最初に進んでいった。これ一番リードですよね。で、その次がルフィですね。ゾウ、ワノ国、ホールゲキアイランド、3つのロードポーネグリを手に入れて、古代文字を読めるロビンもいて、あと1個見つかりさえすればラフテルに行けるっていう状態。2番手がルフィですね。で、ローに関しては、ゾウとワノ国のロードポーネグリを持っている。古代文字を読めるやつはいませんっていう状態。キッドに関しては、ホールゲキアイランドとワノ国のロードポーネグリを持っています。古代文字を読めるやつはいませんっていう。まあ、これ引き分け状態。で、そんな状態で、まあ、火の傷の男さえ見つければ、大幅リードしているルフィに、ローキッドは食い込めるかもしれないっていう多分話だったんですけど、ここにもう黒ひげ登場ですよ。めちゃ面白いんだよね、話としては。今回の1063話のローと黒ひげの会話をストレートに読み解くと、最低1個は持ってる可能性あるとかね、そういうことが考えられていくんですが、この辺の可能性をね、まあ、考えていくと、黒ひげが一気にルフィを越してラフテルにたどり着くのかということを考えていきましたと。で、まあ可能性1、黒ひげ1つも持ってない場合、これも十分に考えられると。会話としては、カイドウは当然持ってただろう。お前らはいくつ揃えた。全部もらうぞ、ロードフォーネグリフ。ね、お前らはいくつ揃えたんだ。ルフィとかローキッドも含めてか。っていう、俺が持っているというか、カイドウは持ってただろうが前提として前の文章にあるんで、カイドウと同じようにお前らはいくつ揃えたんだ、みたいなね。こういう風に会話を考えれば、まあ、黒ひげがこの時点で一個も持っていないことは全然あり得る。まあ、その場合この勝った方の総取りって言って、ローが黒ひげに向かっていくのが若干気になるけど、黒ひげのセリフに騙されたのか、多分持ってるだろ、こんな言い方するってことはっていう計算なのか、ね、黒ひげが一つも持っていない場合を、ちょっと走らせてみようというところなんですけど、この場合、まあ、ローが仮に勝ったとしても、黒ひげロードポーネグリ持ってないんだったら、写しの移動はないっていう話である。で、ローが負けた場合は、寿司を当然奪われて、黒ひげは、ローが持っているゾウのロードポーネグリフ、そしてワノ国のロードポーネグリフ、で、あとはフォールケーキアイランドで、多分クザンたちが奪っている、フォールケーキアイランドのポーネグリフ、そして古代文字を読める可能性のあるプリン。だから、ゾウ、ワノ国、フォールケーキアイランド、古代文字読めるやつってなるんで、ルフィと全く同じになるんですよね、これ。黒ひげがロードポーネグリ1個も持ってない場合。つまり、ルフィと黒ひげが同条件に並ぶと。で、最後の1個ののロードポーネグリフを見つけた方がラフテルに行けるっていう物語になるんだよね、この場合は。いつもルフィの一歩先をね、進む姿が描かれている黒ひげで、ここで並んで黒ひげとの最後の一個のロードポーネグリフの奪い合いみたいなのも、まあ、熱くはなれそうだけど、物語的にどうなんだっていうのがある。これが黒ひげが一個も持ってなかった場合、麦わらの一味と全く同条件に並ぶ最後の一個のロードポーネグリフのありかが、また見当が一気につかなくなって、どっちが先に見つけられるか勝負にこれから進んでいくっていう、そんなワンピースの最終章の物語に、なり得るんじゃないかっていう仮説。パターン2、黒ひげが最後の1個のロードポーネグリフをなぜかすでに持っている場合、ローの総取りっていう言葉から黒ひげも最低1個写しを持っているのが自然ではあると。普通に考えれば、勝った方の総取り、つまりどっちも持ってるからこそ勝った方がそれを全部もらえるっていうことだから、黒ひげが最低1個持ってないとおかしい。じゃあ黒ひげはどのロードポーネグリフを持ってたんだって考えると、ワノ国を襲ったのはなんか考えにくいし、ワノ国出てすぐだもんね、今ね。で、あとは象の上に、まあロードポーネグリフがあるんですけど、それも考えにくいというかね、まあどっちみち情報は都市が滅びても売らないミンク族が守ってるんで、簡単には聞き出せないでしょうし、クジラの木の中に隠されたロードポーネグリフをこの、まあ、短期間というか、まあ時間軸はちょっとわかんないですけど、見つけられるかどうかっていうね。ジャックがあれだけ毒ガスやってさ、あんだけ拷問みたいなのしても結局誰も口を割らずにね、雷蔵っていうのをブワーって探した結果見つからずにね、結局守りきったっていう過去があるんで、黒ひげが象に行ったところで短時間で見つけられるかっていうね、ロードポーネグリフ。そもそも象にたどり着くのがむずいしね。って考えると、象でもない、ワノ国でもない、ホールケーキアイランドは今クザンがね、取ろうとしているとかで考えると、もう1個持ってるとしたら、消去法で最後の1個のロードポーネグリフしかないんだよね。まあ、つまり、何の当てもないはずの最後の石を手に入れたからこそ本格的に動き出したっていうね、そういう考え方ができるんじゃないか。黒ひげが最後の1個のロードポーネグリフを持ってた場合、ローが勝ったら、ローはその最後の1個のロードポーネグリフを手に入れる。残りは、ホールケーキアイランドのロードポーネグリフの写しだけになるのか。で、プラス古代文字読めるやつ。だから、ロビンをさらわなきゃいけないかもしれないし、プリンをさらわなきゃいけないかもしれないし、それかそれを吹っ飛ばして、火の傷のとこ探すとかっていうこともあるのかもしれないけど、ローが、まあ、ルフィに並ぶとまではいかないですけど、こう若干距離を縮めてきた感じになると。ね、ローが勝つ可能性はかなり低いでしょうから、黒ひげが勝った場合ですよ。黒ひげが勝った場合、最後の1個のロードポーネグリフを持ってます。ゾウとワノ国のロードポーネグリフを手に入れます。クザンが今ね、プリンとホールケーキアイランドのロードポーネグリフを手に入れて戻ってきます。ここにクザンの裏切りとか変な細工とかがない場合、もう黒ひげ全部手に入れるんですよね、これで。4つのロードポーネグリフと古代文字読めるプリンっていうの。で、こうなった場合、その先じゃあどうなるかっていうと、まあラフテルに向かうよね、4つの地点を割り出して、パーベル・オブ・ジーベック号をなんとかこうまっすぐ走らせてラフテルに向かう。もしかしたら神木さんのあの技使うかもしれないね。直線上にビブルカードどっちも置いといて船で進んでいくみたいなあのダサい方法を黒ひげも使うか分かんないけど、そのことによってラフテルにたどり着くと。で、ラフテルに黒ひげたどり着いてワンピース手に入れるのかというと、いや、先回りしているシャンクスがやっぱりここに立ちはだかるはずだっていう。これが、まあ、激アツですよね。ワンピース史上最大、熱いんじゃないもしかしたら。ラフテルで、黒ひげ海賊団対赤髪海賊団決着ですよ。ワンピースを手に入れさせない赤髪海賊団と、万全な状態整えた黒ひげ海賊団の、ついに対峙ですよ。これが、だから黒ひげが最後の1個のロードポーネグリフを持っていた場合の、まあ、ちょっと想像をね、大いに込めて走らせましたけど、黒ひげが逆転でね、ルフィたちをもう越して、その後、ラフテルで待つシャンクスと対峙する。っていう未来。まあ問題点としては先ほども申しました通り、クザンが本当にプリンとロードポーネグリフを持ってくるのか否かっていうね、いずれ裏切るとは思いますけど、タイミング的にこれワンピースを手に入れさせたくないとかね、ラフテルにたどり着かせたくないとかっていうクザンの狙いがあるんだったら、黒ひげとしてはなんとかプリンとホールケーキアイランドのロードポーネグリフをまあ手に入れなきゃいけない。まあでもなんかそこでクザン裏切ってもどうかって思うよな。結局プリンをかくまってるとかそういう話になってくるのかな。そのままホールケーキアイランド行くもんね。遅かったらね。クザンなかなか遅えな。ビッグマムのあのババアももう、ワノ国で負けてるだろうから、ここは一気に攻め込むぞっつってホールケーキアイランドに黒ひげ来そうだもんね。まあ、これがどうなるのかっていうね。まあ、私的にはクザンは、ここでは裏切らずにストレートにプリンとロードポーネグリフを黒ひげに差し出すんじゃないかとね、思ってます。で、あとはさっきの問題点。プリンの真の海岸。これをしたところで、本当に古代文字を解読できるのか否かっていうね。ここがちょっとね、若干の不安定ですけどね、黒ひげ側からすると。だからまあパターン1は黒ひげとルフィが条件が並んで、最後の1個のロード・フォー・ネングリフ、黒ひげ海賊団と麦わらの一味で争うことになる未来で、パターン2が黒ひげが一気に全部を手に入れてラフテルに先に行ってしまう、で先回りしているシャンクスと対峙する未来、ルフィたちはそれを追う形です。でルフィたちがラフテルで目にするものは何なんだみたいなね、シャンクスの墓とかじゃねえだろうなみたいなね、シャンクスの亡骸とか、それがパターン2で、あとまあパターン3としてはこの黒ひげ VS ロー引き分けに終わるとかね、参戦者というか誰かが助けに来てくれたりしてこの勝負が流れる、つまりロード・フォー・ネグリフの移動がないっていうねパターンでね、勝負はつかず写しの移動がないパターン、まあこれはまあ走らせるまでもなく、まあ逃げ切ることができたんだとしたら、写しの移動もないんだとしたら今の状況と全く変わらないっていうことでね、シャンクスが大幅リードでルフィがその次、ローは2つ、キッドは2つで黒ひげは1個あるいは2個っていう状況っていうね、黒ひげが一番最下位みたいなのかな、なんかそのパターンもあると。このパターン123ちょっと走らせましたけどどれが一番ありえそうかみたいなね、まあ私的にはやっぱりもう話し方の熱量でわかると思いますけどパターン2ですね。パターン2に全ベッドでいいかな。この9580人の皆さんに効果、クマが特殊な種族ってなってるんですけど、これ何だと思います？これ何の伏線もなかった。なんかあったっけ？クマが別種族だった伏線とかって。クマリア族、ロロノア一族、ルージュと一緒、新しいやつ、ルナーリア。ルナーリア多い。でも羽ないよな。羽を削ぎ落とされた褐色でもないしな。こう人格二つ族、月の民、上半身でかい族。ビッグマムが集めていない。いや、もうそうなってくるよな。クマのミンク、ヒグマの兄弟。下半身貧弱族。マムのやつだよな。新しい種族ってなると、どうしてもホールケーキアイランドにいない3種族。1個はルナーリア族、1個は巨人族、もう1つみたいなところなんですけどね。筋肉の家系とか言ってる。バージェスと同族。うわ、来るか。伏線回収。ミスリード。当たり前のようになんかでっかいやつワンピースに描かれてきたけど実はなんとか族みたいな、そのパターン来るか。漫画だからそうなんでしょ、ワンピースはそうなんでしょみたいな感じで、人間にはねいろんな形があるみたいなね、そのぐらいでかいやつもいるみたいな共通常識をね我々は持っていますが、ここに説明入る可能性きたな。モリアがでかいのもなんかサイヤ人、ミンク族、黒ギャル族、ちょっとこの中に正解があるかどうかわかんないですけど、まあ新しいやつなのかな。でも結局馬面ビデオさんだったっけな、クマが持ってる本ヒントなんじゃないかみたいなね。バイブルって書いたんだよね確かね。あの本怪しい。あ、ノア修復する一族、ソーラーリア族、巨人族の亜種、あ、黒ひげと同じ異形、ドラゴンの弟、月の一族、サンフロント族、これなんだサンフロント族とか、あ、ルナーリアの反対かサンフロント族、黒ひげと同族が熱いね確かにね。で今まさに黒ひげも一緒に描かれているのが意味を持ってくる描かれ方になる。ルナーリアと対比する種族、あ、ルナーリアと対比する対になる種族っていうことか。ルナーリアと対になる種族ってもう太陽なんだけど、だからサニーゴと繋がってんのかな。前振りもない新種族はないと思う。ああなるほど、こういう意見も貴重だな。太陽要素があるとしたらでもサニーゴ号を守ったっていうところか。ルナーリア族と対になる種族、ルナーリア族がまだ分かってないもんな。あらゆる環境下で生存できる。月の民と太陽の民っていう動画は私の中で出してて、月世界旅行記、太陽世界旅行記みたいな、シラノ・ド・ベルジュラックさんが1657年とかだっけ、めちゃめちゃ前に出してる SF 小説とかのもうパイオニアというか、作品があるんですけど、まあ小田先生知らないわけねえだろっていうね、まあ、その月世界旅行記に白野っていう主人公、作者の名前と同じ主人公の白野っていうこう主人公が気球に乗って月に行くっていう話なんだよね、月世界旅行記で。そこで会うのが雷を扱う天使とで老人と獣人みたいな、この辺がだからエネルのスペース大作戦に全部風船で月に行くもそうだし、雷を扱う、まあ、天使ではないけど雷を扱うキャラがいて、老人型ロボットがいて、まあ、民族族っていうのも月を見て数論家なんでかなり木との関連性はあるんでみたいな。で月に行って帰ってきた白野っていう主人公は今度は太陽の世界に行くみたいな。で太陽の世界に行ってて、太陽の黒点が島みたいになってて、そこに着陸できるみたいな、なんかそんな世界線の SF の小説なんですけど、でそこで白野とめちゃめちゃ仲良くなるのが黒い鳥なんだよね。だからこれがルナーリア族なんじゃないかみたいな考察をして、だからこそルナーリアって月の裏っていう意味もあるんで、月の裏には太陽世界あって、月の民と言いながら太陽の民なんじゃねえかっていう考察なんですよ。でゴムの特徴を持ってるニカとかも太陽と言いながら月に照らされるとかがあったりするんで、みたいなね、お話をさせていただきました。であらゆる環境下っていうのはそれこそ太陽世界でも生きられる種族みたいな、ね、で太陽って磁場とか金属とかそういうのが影響して太陽フレアっていう現象あるんですけど、それこそがゾロがキングを刺してドーンって爆発したんですけど、あれ太陽フレアなんじゃないかみたいな、なんかそんな話しましたけど、太陽の民と月の民ってやっぱりいるのかなみたいなね、そうなるとここでクマが新しい種族、新種の種族だと仮定するんだったら、月の民に対応する太陽の民説はまあって感じはあるよな。あ、ベルジュラックの旗はドラゴンと3本の剣なんだ。熱いな、これも。太陽の民とかあんのかな、謎の。クマの特殊性は今のところ2級2級しかなくて、暴君クマ、689センチ、好物蜂蜜とサーモン、水亀座、ソルベ王国国王、2億9600万ベリー。2億9600万ベリーも若干なんか気になるな。黒ひげが今、39億9600万ベリーか。多数一緒だよね。まとえている。そうだね。2級2級だったら2億9000万ベリーでいいような気がするけど、2億9600万ベリー。黒ひげと同じ種族ある。黒ひげと同じ種族。合併すると D の一族。バーソロミュー・ディ・クマ。1065話6人のベガパンク2ページ目で超絶意味深セリフ。ベガパンクリリスの発言ですね。この島の動力は火だと。火は全てのエネルギーに変換できる。何を燃やすかをわしは研究し続けてきた。もし消えない炎がこの世にあれば太陽を作れるのにと。ワクワクの塊のセリフの応酬だったと。火が動力っていうのと、火は全てのエネルギーに変換できるという部分プラス、ここにフランキーがね会話をこう挟みました。資源が多いのかというね、この辺りを踏まえてまず思い出したのが、太古に生きた翼を持った月の人、資源不足で青色の星へというね、古代技術、超科学文明、月見博士などのキーワードで古代都市ビルカとベガパンクは深いつながりがあることが匂わされている以上、今回ベガパンクが語った資源に関してはそのまま月の人が求めていた資源と一緒なのではないかと。古代都市ビルカで雷が動力の元だったと思うんですけど、雷に代わる尽きない資源を求めて青色の星に降り立ったのではないかというね。まあちょっと話が変わりまして、現実世界の歴史が語ってくれる、その戦争が起きてしまう原因ってまず一つ、民族同士の争いっていうね、異種族間とかっていうのが、争うこと。二つ、宗教の争い、違う神様を崇めている人間っていうのは自分の宗教、自分の価値観を押し付けるみたいな形になって戦争に発展してしまう。そして3つ目、政治の争い、自分の住んでいる国、信じている政治っていうのをお互いが引くに引けなくなって争いになってしまう。そして4つ目、領土の争い、シャンディアとかね、バースっていうのを求めて戦争が始まりましたが、まさに現実世界でもこれが起こっていること。そして最後5つ目が資源の争いと。金やダイヤモンド、石油やウランなど人類はその歴史の中で様々な資源を奪い合ってきた過去がございますと。つまりワンピースのこのね、重要な戦争、空白の100年の戦争なのか、これから起こる戦争なのか、それとも月で起こってた月の民同士の戦争なのか、いろいろな戦争が考えられると思いますが、資源を争って戦争に発展していったというのがね、描かれていく可能性は十二分にあるんじゃないかというね。その資源、消えない炎というね、言葉もございましたが、何を燃やすかを長年研究してきたというベガパンクは、なぜか消えない炎を生み出して太陽を作るためというね、そういう目的を持って長年研究を進めているというね。で、この太陽を作るっていうワードを加味して、私が改めて思い出していったのが、この太陽人工物説っていうね、月に照らされる太陽の神ニカっていうあそこが出てきた時に、これって太陽と月にめちゃめちゃ壮大な仕掛けあるんじゃねっていう、太陽の神ニカと言いながら月に照らされるルフィっていう、この相反するものが同時に印象的に描かれていた。しかもワンピース史上最大の裏切りのその場面ですからね、ゴムゴムの実が実はゴムゴムの実じゃなかったっていう、その場面で月と太陽の神を同時に描く必要性ってどういう意図があるんだみたいなね、かなり意味深に思えたんで、月と太陽に関する壮大な仕掛け、これがあるんじゃないか。まあ小原の天体模型とかもそうっすよね。本来太陽が自転している、その周りを惑星星が回ってて衛星があるっていう、これが現実世界の正しい太陽系の模型なんですけど、小原の全地の木の図書館の中にあったのは青色の星が自転をしているだけで、そこに衛星が6個ぐらい回ってて、1つの衛星にさらに衛星がついてるみたいな不思議な天体模型があるんで、まあそれも含めてですよね。太陽がもともと月だったのかとか、月がもともと太陽だったのかとか、太陽が消滅して人工的な太陽を作ったのかとか、このワンピースの世界、月っていうのが印象的に描かれていくんですけど、太陽が描かれることって実は極端に少なくて、まあゼロではないんですけどね。アラバスタのところでテリっていう砂漠を歩いて太陽が描かれるシーンとかね、あとシャンクスが麦わら帽子指さしてルフィに教えるとことかも夕日が描かれたりって何個かあるんですけど、この極端にこう少ない描写とかっていうのも太陽をこうあえて描かないっていうねところなんじゃないかとか、そういう部分もいろいろ踏まえまして、元あった太陽は滅ぼされて新たな太陽を作った、そういう時代があったんじゃないかっていう話を考えていくと、太陽が元あったところからずれるっていうことを考えると、太陽に対して一番近いところが暖かくて遠いところが北極と南極になるみたいなところでいうと、太陽の位置がずれることによって北極と南極の位置もずれるんで、極寒の地北極だったところがその氷が溶けて暖かくて住みやすい場所になる土地もあれば、逆に暖かくて住みやすかったのに太陽の位置がずれることによって極寒の地に逆に変わってしまうっていうね、その2つの可能性が考えられるんじゃないかみたいなところで、考えたいのがルナーリア族ですよね。ルナーリア族があらゆる環境下に適応できる種族っていう説明があるんで、これを回収するはずだ。普通じゃない環境で生きていた時代があったというね描かれ方は絶対するはずなんで、それが極寒の地北極っていうレッドラインのはるか上、今あるマリージャのところが北極である時代が、青色の星にありました。そこにはルナーリア族が住んでいました。でそのルナーリア族を滅ぼして、そこを世界の中心とするためにここ極寒の地じゃなくす必要がある、だからこそ太陽を作ってその地を住みやすい土地にするみたいな、そうすることによって今度暖かい国が極寒の地に変わる可能性があるんじゃないか、氷漬けになってしまったのが巨大な王国なんじゃなかろうか。でオーズの国引き伝説っていうのは、国を引いてルフィの影を入れて大暴れしたあのオーズですよね。500年前に凍死で亡くなったという説明がある。巨人の寿命が300年とか言われてるんで、古代巨人族はもっと長いかもしれないですけど、800年前に巨大な王国が氷漬けになったと仮定した場合、オーズはその巨大な王国を引っ張ろうとしたんじゃないかっていうね、引っ張って暖かい場所に移そうとしたんじゃないかみたいな。で自分の人生をかけてなんとか暖かい国に戻して復活させようとしたんじゃないか。で300年経ってもその願いが果たせずに凍死になってしまったんじゃないかっていうね。で 800-300 で500年前に凍死で死亡というね、そういう可能性もあるんじゃないかみたいなね。この妄想想像っていうのが半年前にねお伝えしたんですけど、ありえねえだろ太陽作るってどうやってやんのみたいな話だったんですけど、消えない炎さえ見つければ太陽を作り出せるっていうね、この確信がベガパンクの中にあるんで、この資源っていうのも月の古代都市ビルカの資源が雷っていうのはまあほぼほぼそうだと思うんですよね。ゴロゴロの実をとりあえず攻撃っつってやったら都市中に電気がブワーって巡って、おじいちゃん型ロボットがブワーって動き出して、スペーシー注意とかその宇宙海賊にやられてしまったやつも雷でこう息を吹き返して結局エネル軍団結成みたいになっていくんで、雷が動力なのはほぼほぼ濃厚、むしろ炎とか水とかっていうのは宇宙空間では存在できないというかね、資源にはなり得ないんで雷しかないんじゃなかろうかっていうね。でそのエネルはゴロゴロの実を無尽蔵に出せるからビルカを操れましたけど、消えない雷があるからもう無尽蔵にエネルギーを放出し放題だしっていうところなんですけど、太古の昔月の人ってどうやってやってたんだろうみたいなね。ゴロゴロの実の能力者が仲間にいるんだったら資源不足になり得ないんですけど、どういう風に雷を扱ってたんだって考えると、まあ考察界で王道なのがやっぱり民ク族奴隷として資源として扱われていた説というか、壁画にはもちろん書いてないんですよね、民族が奴隷として扱われている感じとかは。なのでその違和感はもちろん払拭はできないんですけど、可能性として民族のエレクトロっていうのを資源として古代都市ビルカっていうのは栄えていたんじゃないかっていうのは十分考えられる。で奴隷として虐げられた記憶が DNA に刷り込まれているからこそ、民族っていうのは月を見ると通論化してしまうというかね、先祖の記憶怒り悲しみっていうのを思い出して死ぬまで暴れるスルロンカっていう形態になってしまうんじゃないかっていう。古代都市ビルカっていうのは超古代技術を持ちながら動力を雷ミンク族としている。エッグヘッドの動力は火っていうことを考えると、巨大な王国っていうのも動力は火だったと。火は全てのエネルギーに変換できるというところで、火で資源、ビルカと対比をこうやって考えると、やっぱりルナーリア族関わってきそうな雰囲気はありますよね。まあこれは無尽蔵のエネルギーではないんですけど、ミンク族同様背中から炎っていうのは資源なんじゃなかろうかとかね。だからルナーリア族にも奴隷時代があって、巨大な王国とでもルナーリア族は若干仲間感もあるんですけどね。キングがジョイボーイを待っていたっていう描写もあるんで。ただまあビルカと巨大な王国っていうのがどちらも超古代文明であり、こっちは動力を雷とする、ミンク族とする、こっちは動力資源を炎とする、でルナーリア族とするみたいな。ビルカっていうのは資源不足で滅びました。巨大な王国っていうのは20の国とその連合国によって滅ぼされました。ビルカはエネルが復活させました。じゃあこの巨大な王国はルフィが復活させるのかとかね。プラスそのエネルの再登場っていうのも、月でエネル軍団結成でやっぱり終わらねえよな、この話の流れで言うとみたいなね。やっぱり本来の天から降りてきた人たちというかね、大先祖みたいな感じなんで、そのビルカの人たちっていうのはこれが物語に絡む可能性は非常に高いみたいなね。エネルやっぱり再登場濃厚かみたいな、ね、ジンベエのセラフィムもねちょっと気になるところではございましたと。まさに全部のせいと言えるようなジンベエのセラフィムというねお話。ルナーリア族の性質を持ち、キザルのレーザーを持ち、スイスヒの実を操り、魚人空手を扱うというね、なんじゃいというね、ジンベエのセラフィム最強版がね、お披露目になったと。で、目が星型だったんですよね。で、これまでに登場した4体のセラフィム、ミホーク、ハンコク、クマ、ジンベエっていうのがあるんですけど、なんか共通点がね、気持ち悪いというかね、ミホークの目はまあ普通のいつもの鷹の目、スニーシャーとかイム様とかと一緒のあの目でございまして、まあ山ぶった切ったりね、剣術に優れているという描写はありましたと。韓国に関しては能力を発動するとかもまあなく、まあ、キザルのレーザーボーン出してたのは、まあ確認できました。で、目は星型ですと。で、クマに関しては戦闘描写がないんですけど、目が20、30の目でもなく、星型でもなく、パシフィスタ同様のあの白目ですよね、単純なる。で、今回ジンベエがまあ韓国と一緒の目が星型というね、レーザーとね、スイスイの実、そして魚人空手みたいなのやつってますけど、なんか法則性ありそうでないみたいなね、ところでございますが。まあそのスイスイの実、悪魔の実っていうのを、セラフィムに宿した場合は、分かりやすく目を星型にしてるのかとかね。だからハンコクまだ描かれてないですけど、あいつもなんかメロメロの実なのか、なんか違う能力なのか、何か使えるとかってなったら、あ、共通点だねということでできるんでしょうね。まあ、キザルのレーザーが今のところこう共通点なんですけど、まあ、キザルのレーザーに関しては全部使えそうだしなっていうね。で、そしてチャット欄でいただいたあれとしては、幼少期のジンベエ見ても、最近のジンベエ見ても、腕に腕輪をつけているなんていう描写はこうなかったわけですが、今回のこのセラフィムはなんか意味深な腕輪がついてるんですよね。まあ、ただの装飾の可能性もあるんですけど、ここにスイスイの実のなんか能力が込められてて、この腕輪したやつはスイスイの実得られるとか、なんかそんなパターンもありありえるのかなみたいなね、想像もしていきましたと。もうそうなったらもう全部反則、もう丸出しだけどね、もう腕輪で全部作れんのかいみたいな、黒ひげ能力者狩りやってる意味あんのかいみたいなね、そんな感じにもなっていくんですが、どうでしょう。で、あとはそのエッグヘッド編入ってたびたび説明してますけども、パンクハザード編との偶然とは言えない骨格のリンクみたいな話で言うと、パンクハザード編でめちゃめちゃ印象的だったのが、人体実験をされてる子供たちを見つけて助けてって言われて、子供たちを見捨てておいていけない、助けるっていう決断をするナミさんっていうのがかなり鍵を握るというか、ナミがあの決断をしたからこそ物語がこう動いていくみたいな流れがあるんですけど、今回それをこう感じさせるような雰囲気で、ジンベエのセラフィム、子供だからという理由のみで手が出せなくなってしまうナミさんっていうのがね、描かれていくんで、もしかしたらパンクハザードのあの時のように子供たちの幸せを考える行動をナミさんはする可能性があるんじゃないかみたいなね。セラフィムはセラフィムで生物だし子供だし、この子たちの幸せのためになんかナミさんが行動していく、それに賛同して麦わらの一味たちが動いていくみたいな流れもあるのかなとかね、そんなことを感じた次第でございますと。革命軍の発足時期、これが確定していきましたと。時期というかね、その目的とか最終目的とか、この成り立ちみたいなのがね、革命軍の全てと言っても過言ではないのかな。天竜人を直接倒そうと動く革命軍の存在が明らかになったのがもう20年以上前でございますと。我々考察好きはそこから革命軍というのがいつ誰が何のために作ったんだっていうね、これを長年議論し尽くしてきましたと。いろいろな考察私も聞きましたし、私もいろんな想像妄想予想をしていきましたと。あまりにも天竜人打倒にこだわってるからなんか人質捕らえられてんじゃないかとかね。それこそルフィの母ちゃんとかドラゴンの奥さんにあたる人物が例えば奴隷で老世に殺されちゃった過去があるとか、それの復讐のために革命軍を立ち上げたんじゃないかとかね。このドラゴンが今そう指揮官ですけど結局ロジャーが立てたんじゃねえかとかね。真実を知ったロジャーが世界をひっくり返すために天竜人を打倒しなきゃいけない、そのために根回ししてくれみたいな感じでロジャーに頼まれて、だからロジャーが革命軍を作ったんじゃないかとかっていう考察とかね、いろいろあったわけですが、それが全部違うと。正しくは22年前、オハラのバスターコール後、ドラゴンがオハラの意思を無駄にしないためにこの世界を変えるために作ったと。オハラの意思を受け継ぐ組織というね言い方もできるというね。そして設立時の初期メンバーはモンキー D ドラゴン、そしてイワン国バーソルミュークマだったと。この3人で作っていたと。これがかなり意外っちゃ意外でしたよね。一応革命の灯火とか、我々革命軍はあなたのことを革命の灯火と呼びますみたいな感じでロビンのこと言ったりもしてるんですけど、そのために作られたのみたいなさ。で、ここで何がわかるかというと、いわゆる革命軍の目的っていうのと、あとは麦わらの一味がたどり着くであろう最終目的、つまり世界をひっくり返すために数百年の歴史を背負って戦いに挑むものっていうのが麦わらの一味たちになるんですけど、その上でドラゴンの行動とか革命軍っていうのはもう完全なる味方ですよね。完全なる味方側になることがこう確定していったと。これ味方というか味方どころか革命軍っていう組織そのものが、そしてロジャーとかシャンクス、レイリー、クロッカスとかこの辺のやつら全員がいわゆる20年後ゴムゴムの実を食べた少年が世界をひっくり返す、そのために根回ししなきゃいけないっていう、そういう話、もう仲間どころかね、その目的のために作られた組織、生きている人たちっていうのがこいつらなんじゃないかっていうね。革命軍でありレイリーでありシャンクスでありっていう全員が世界をひっくり返すその時のためで、ゴムゴムの実を食べた少年こいつが世界を変えるため、そのために必要なことを我々はしておこうという。ベガパンクもね、ここにね。だからもうそんな壮大な話になってきてるんですよね。だからルフィっていうのがゴムゴムの実を食べた時点で世界をひっくり返すレールの上をこうずっと今歩いてる状態で、最終的にロジャーが出す答えと、ね、違う答えを出すとかっていう可能性もあるんですけど、だからこそあの時あの瞬間ルフィがバギーにローグタウンの処刑台で殺されかけた時雷でドラゴンは救ったと。それはそうですよね。目的ですから、世界をひっくり返す目的で革命軍を作り、それを現実のものとできる少年、まあ自分の息子っていうことになるんでしょうけど、殺されそうになってるんですから、いやいややめとけやめとけっていうね。そいつが今世界を変えるんだから、これからこの先成長してっていうことで雷でこう救っていき、そしてスモーカーに捕らえられそうなところをドラゴンは自ら現れて、突風などを使ってね、風の実の能力でしょうけどもルフィをグランドラインに向かわせたと。だそれが確定していったみたいな話だからね。今回1066は革命軍っていう組織がオハラの意思を受け継いでいる組織っていうさ、これがね激アツだったよね。世界中を巻き込む巨大な戦争の中心人物になるのが我らがルフィであり、その際手を組むことになるのが革命軍であると。でこのドラゴンとルフィの完全なるタッグ、親子カメハメハみたいなことじゃないですけど、なんかその辺描かれるのかどうなのかとかね。ただその先代の意思みたいなのがね、子供世代にどんどん受け継がれていくみたいなことで言うとね、最終的にはサボっていうのが革命軍の総帥になって兄弟として、ね、ドラゴンはもうどっかで死んじゃうとかね、例えば、ドラゴンの意思をサボが受け継いで、ルフィと一緒に世界をひっくり返すとか、物語のクライマックスサボとルフィとエースっていうのがバックにいた状態でのねなんかとかあるのかなとかね。じゃあまあ革命軍っていうのの成り立ちですよね。これが分かっていったっていうのが、激アツでございますと。本当に全てがつながってきましたね。アツシでございますと。やはり生きていたサウロというところで。まあ、サウロ生存説というのはね、長年語り続けられてきたと。アイスタイムカプセルとか、397は未来へ届くようにとか、インペルダウン極寒地獄で死んだか、それとも未来へ冷凍保存されたかという言葉があったりと。これらの根拠から、生存説はほぼほぼ濃厚ではあったものの、今回ね、それが本当に生きているんだというのが分かった。新たに生まれた謎というのも存在しております。まずはサウロがどうやって生存したのかというね、あの場面から。これもいろんなパターン考えられるんですけど、サウロがそのまま自力で生存した可能性もあるんですけど、私が考えたのが、やっぱり冷凍保存、アイスタイムカプセルで凍らせた張本人であるクザンが、やっぱり生存の手助けをしていたんじゃなかろうかという部分ですよね。小原のバスターコール、あの瞬間、サウロっていうのは大々的に海軍に歯向かっていきましたんでね、軍艦持ち上げてドーンとかね、こんな裏切り者のサウロっていうのが生きているってなったら処刑されるとか、何らかの罰を受けるとかというところなんでしょうから、それらを加味してクザンが救っていったんじゃなかろうかというね。むしろクザンがサウロを救ったっていうことにしないと、やっぱりその小原は滅んでいないっていうことをロビンに確信を持って伝えたり、あとはアイスタイムカプセルっていう技を、未来への冷凍保存という意味を込めたそんな技名をあそこでクザンが言う意味がないというかね。で、クザンの心変わり、海軍の正義っていうのを全うしようとしてるバスターコール上での描写だったんですけど、ここでクザンはね、いろいろな衝撃に見舞われると。まずはこれサウロに、お前はこの攻撃に誇りが持てるのかというね、質問をされると。小原の学者たちは本当に真実を知りたがってるだけじゃねえのかっていうね、この攻撃は正しいのか本当にっていうことをサウロにこう問い詰められると。で、その上で当時の中将杯が、民間人の船、小原の学者が一人でも逃げて乗ってるかもしれないからっていう理由でね、その船を攻撃しましたと。皆殺しですよね。これでもお前正しいって言えるのかみたいな、それを目の当たりにしてたのがクザンでございますと。で、その後自分の命を顧みず、何の罪もない少女ロビンっていうのを命をかけて守るサウロの行動っていうのもクザンは目撃していきましたと。で、私の見解では、ここでクザンがこの場で多分決断したんじゃなかろうかというところですよね。サウロのことはやっぱり絶対に死なせてはならないっていうこと、そして行き過ぎた正義を振りかざす海軍をなんとか止めなければいけないと。で、あとはロビンという少女の行く末を見守らなくてはならないっていうこと、この辺りをね、クザンはこの時この瞬間決断していったんじゃなかろうかと。こう考えることによってロビンをある種見守っていたこととか、あとは杯が元帥になることを猛反発して大将同士の大喧嘩に発展したこととか、その辺全部筋が通っていくんじゃなかろうかというところでございました。結論としては、サウロっていうのはアイスタイムカプセルで氷漬けにされた後、生存者を確認する海軍とか、その辺のところはね、氷漬けの死体として裏切り者だったけど死んだんだということになり、その後多分クザンが助けたんじゃなかろうかとね、氷を解いて。で、これがサウロ生存説を受けて新たに生まれてきた謎ですねの1つ目、サウロがどうやって生存したのかに関してはクザンが助けたんじゃなかろうかと。2つ目、これがハイルディンとのつながりっていうところで、ハイルディンっていうキャラクターが、まあ、1066話でね、よく見ると巨人たちが小原に来ており、そしてそれを運んでいると。で、肩書きとしてはバスターコールの生き残りのサウロっていうのが船長で、船員っていうのが多分ハイルディン、ゲルズ、ゴールドバーグとかっていうところで、で、一体どんなつながりがあるんだっていうね、サウロとハイルディンに同じ巨人ではあるものの、ここに違和感があるっていうのが考察好きの見解。ハイルディンの人生を改めて振り返っていくと、まあ、81年前にエルバフで生まれます。63年前、ビッグマムの過去編で描かれたのはエルバフで修行をしているハイルディンであると。で、ここでセリフの中で当時18歳のハイルディンがなんで修行してるかというと、ドリーとブロギーは必ずエルバフに帰ってくる、巨兵海賊団は必ず復活する、だから今のうち鍛えとけハイルディンみたいなのを大人の巨人族に言われてこう鍛えてるみたいな。だから81年前まだエルバフいます、63年前まだエルバフいます、でそっから40年後小原にいたと。40年あるんでどんな物語もね、無限に想像できると思いますけど、まあ、例えばドリーとブロギーの帰りが遅いから様子を見に行こうと思ったハイルディンが途中で小原の異変に気づいて、たまたまサウロを見つけて協力するっていう流れになっていった、偶然たどり着いたっていう説明って、なんか小田先生もそう書かなそうだし、私的にもそんなに好きじゃないしっていうところなんで、この偶然を必然に変えたいと。バスターコールから生き残ったサウロっていうのがエルバフの民を頼ったっていうね、ここに違和感を感じるっていう話なんですよね。サウロの出身地、これエルバフじゃないんですよね、サウスブルー出身で、エルバフっていうのは新世界のウォーランドっていう島にあるるっていうことが確定していると。だから極限状態だからといって故郷を頼ったっていうことは無理があるっていうね。それに加えてサウロっていうのはエルワフみたいな野蛮なやつらと一緒に住んじゃねえみたいな、穏やかな巨人族だっているんだみたいな話をしてるんで、毛嫌いしていることも分かっていると。ただ結果としては今現在エルバフっていう場所にサウロは身を潜めている、プラスエルバフの若手であるハイルディン・ゲルズ・ゴールドバーグっていうのが実際にサウロに手を貸しているっていうね。どんなに違和感があろうと結果として手を貸しているっていう事実がありますんで、これを説明していきたいと。まあエルバフのこと嫌ってはいたものの、同種族としてある程度の信頼は寄せており、極限状態だったことも手伝って頼ったというパターンで、あとはまあクザンがサウロを助けたとした場合、この文献の重要性を確認し合った2人はエルバフという辺境の地の島を頼ったんじゃないかというね。だから現実的にこれだけの本を隠せる場所ってどこにあるんだとか、巨人族の自分が安全に身を隠せる場所ってどこにあるんだっていうので思いついたのがエルバフしかなかったみたいなパターン、これが考えられるんじゃないか。ただまあオハラの本をエルバフのハイルディンとかを連れて持ち運ぶって、これ一往復半しないと無理だね、誰かがね。例えばサウロがバスターコール後エルバフに単身行って事の経緯を説明して、でかい船と人員を貸してくんねえかって言って OK をもらうところ、ここも難しそうだけど、それをもらった暁にハイルディンたちを連れてオハラにもう一回戻って、で船に本を積んでまたエルバフに行ってということをしなきゃいけないんで、数ヶ月でそれ本当にできんのかとか。仮にクザンであればもう少しね、サウロが船漕いでエルバフに戻るよりは、クザンがまずはエルバフに頼みに行って船をよこしたとかね、こういうパターンも考えられますけど。そしてサウロが生存したことによって新たに生まれた謎3つ目、火の傷の男が結局サウロなのかどうなのかというね。火の傷の男の絶対条件っていうのが、その男に愛さえすればワンピース争奪戦に参加できると。じゃあワンピース争奪戦って何なんだっていうと、4つのロードポネグリフを手に入れた上で古代文字を解読できる術を手に入れる、あるいはロードポネグリフとか全部すっ飛ばしてグラフテルに直接行ける術を持っているっていうのもワンピース争奪戦に参加できる条件になるであろうと。であと大事なのが、火の傷の男を話をしている時にキッドはルフィたちに対してお前らが火の傷の男を知らないことは俺たちにとっては好都合だというね話をしていると。ここもかなり考えるべきところというかね。ルフィっていうのは3つのロードポーネグリフと古代文字を読めるロビンがいると。こんなあと1個を見つければラフテル行けるルフィたちが不都合になる情報って言ったら最後の1個のロードポーネグリフの情報とかしかないんだよね。だからこのキッドの発言、お前らが知らないことは好都合だっていう発言は、火の傷の男イコール古代文字を読める新たなキャラクターっていうものだとした場合、この情報をルフィたちが知ってようが知っていまいが、好都合も不都合ももうロビンがいるから影響しないっていうことになるんでね。古代文字読めるだけだったら。でまあサウロイコール火の傷の男がそういう意味では若干厳しくなっていくのかなとかね。まあサウロっていうのが古代文字を読める可能性はぐっと上がってんですけどね。だって小原が世界中からかき集めた文献、めちゃめちゃ大事な文献と22年間一緒にいるっていうことなんでね、この間に読める術を身につけた可能性は全然あってもいいのかなというね。ただ古代文字を読めるだけでは火の傷の男の条件としては弱いんじゃないかっていうところで、最後の1個のロードポーネグリフとかね、それを持ってる可能性もあるんですけどね。古代文字はもう読めるようになってて、かつ最後の1個のロードポーネグリフも手に入れてエルバフで身を隠している、これがサウロの設定の可能性ももちろんあるんですけど、ね、そうなるともう盤石というか絶対おめえだろうっていう話になりますけど、まあそのねスコッパー・ギャバン説、ロジャー海賊団がロードポーネグリフを4つ手に入れて場所は分かったかってロジャーに聞かれた時に海図を書いてたのがギャバンでありと、金銀銅っていう綺麗な構図で、あとは最後の1個のロードポーネグリフっていうのが魚人島にあったジョイボーイの謝罪文の隣にあったあの赤いロードポーネグリフであることはね、公式から発表があるんで、ロードトゥーラフテルでね、やっぱりロジャー海賊団関係者が最後の1個を持ってるのが一番自然であると。その辺りも踏まえてサウロイコール火の傷の毒説もぐっと可能性上がったんですけど、私個人の見解で言うと、まあ、若干まだタンクハザードのこともう一回思い出そうか。だからパンクハザード編に起こった重要な出来事っていうのを頭に入れておいてエッグヘッド編を読んでいくと、その先のね展開が暗示としてこう描かれているんじゃないかみたいな。でパンクハザードのまあ重要描写、まず人工ドラゴンですよね。こいつって存在したんだっけみたいなねところがあり、大型の人工ドラゴン、小型の人工ドラゴンいっぱい出てきました。これが何をエッグヘッドで意味する、まあ、ドラゴン出てきましたけどね。あとはまあ CB ソエポンとか宇宙怪獣みたいなのもまあちょっとドラゴン要素あったのかなとかね。ね、その辺もありますけど、たまたまなのかどうなのかっていうところで、まあケンタウロスがありました。これはまあローが囚人たちになんかね、動物の下半身をつけてとかっていうのがあったんですけど、これがどうなのかっていうで、考察ベースになりますけど、ハートの海賊団のやつらってローに改造されてんじゃねえかみたいなね、ローにパワーアップ改造されてんじゃねえか説みたいなのもこう考える方もいるぐらい、このケンタウロスとかね、ああいうのはどういう意味を持つのかで、あとは巨大な子供たちを見て、この子たち助けようっていう決断するナミっていうのがパンクハザードでは描かれていきましたが、まあ若干近いのはあるよね。だからセラフィムのジンベエに子供だからっていう、それだけでもう手が出せないナミさんっていうのが描かれたんで、この後セラフィムたちの幸せをナミさんは考えていく下準備は整ってる感じはしますと。で、あとは赤犬と青生地の大喧嘩、これによって天候を変えるほどの地形になっていったっていうセリフがありましたけど、クザンももちろん扉絵でね、記憶に新しいところでございますが登場し、今回も大原の石なんで、まあクザンがだからさらに描かれる可能性もあるしね。で、あとは赤犬も同時にエッグヘッド編は描かれてるんですよね。これはだからパンクハザードの縮小版、これを拡大するために赤犬を出す必要があったっていうね、あそこで赤犬を差し込んだ意味みたいなのを小田先生がもしかしたら考えてるかもしれないんで。で、あとは七部会のロー VS スモーカー、この戦いも記憶に新しいやつですね。これがだから黒ひげ VS ローを示唆していた可能性は中部にあると。で、あとは凍った巨人、うわこれだからサウロだよな。凍った巨人はパンクハザードで子供たちを助けようと決めたで、逃げていく時になぜか通路に氷漬けの巨人がね、うわーって描かれていきました。これはサウロなんじゃねえの。で、あとはシャンブルズで人格移動、ステラサテライトとかがあるんで、なんかこれに似たシーンは描かれる下準備はできてそう。あとは全く分かんないですけど、イエティクールブラザーズ、これも意味深でしたね。いるっていうね、こんな謎の2人組対して強くもなかったし、こういう違和感、このキャラ別に必要なかっただろうみたいなのはエッグヘッド編を想定した上で出した縮小版として。で、まあ有名なところでシーザーの誘拐ですよね。これベガパンクの誘拐になりそうだな。その後のトラブルとしては有毒ガススマイリーと死の国で、あとはドフラミンゴファミリー登場で、あとは桃之助が食べた人工悪魔の実の失敗。確かにな、ルフィとルッチの再会がまずは熱いのは熱いよね。確かにね。ただルッチがどれだけ強くなっていようが、ルフィの成長速度に追いついてたら嫌だよな。これで互角とかだったら何だったんだっていうさ。まあでもなんか若干それに似た気持ちを我々は味わってんですけどね。バギーが4校になったところでさ、バギーが4校になったところとかで、いや俺たちどれだけ苦労したと思ってんの、お前がどのぐらい苦労したか知んねえけど、俺たちの苦労と比べたら絶対にそんな苦労してねえはずだみたいなのがねあるんで、ルッチともう互角とかは嫌だよね。軽くあしらってほしい。まあ野田さんの言葉を借りるなら、六王眼食らったとしてもノーダメでいてほしいよね。確かに俺たちが食らってたのは怠慢最強、差しでやるならカイドウだの本気の雷鳴八景と蓬莱八景とかだからね、六王眼なんぼのもんじゃあるよね。 CP0 に腕取られてもろ顔面食らったからね、蓬莱八景を。それを乗り越えて今だから、いやでもバトってほしいね。若干バトってほしいし、2巻になってほしいよね。さすがに2巻になるまでもねえけど、いやでもなんか心臓の音っつって、いわゆるそのクリリンが死ぬことでスーパーサイヤ人ドーンなりました、フリーザブワー戦ってブワー勝ちましたって言って終わって、セル編始まりましたでスーパーサイヤ人なってくださいってトランクスに言われて、最初は苦労したが今はすぐなれるようになったっつってキー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 のやつあるけど、あの感じで2巻すぐなってほしいよな。あの感じでちょっと2巻モードを軽くなれるところは見せてほしい。せっかく久々あったからバジュラングガン食らって帰ってほしい。ちょっとうちの船長なめんじゃねえよっていうのはルッチに味わってほしいよね。まだ調子乗ってっからな、ルッチは。天竜人は神だみたいな感じです。チャルロス星が白星さらっていこうとした時にまだそんなこと言ってるの、まだ寝言言ってたからね、あいつ。あいつマジでバジュラングが一発食らわせて、マジですいませんでしたって言わせないといけねえよな、あれ。もう改めますっていうね。だからそうなんだよね、初見で読んだ時も言ったんすけど、太陽の神ニカが極めて特殊なんだぞっていうね、古い文献にしか載ってない白く輝く姿みたいなので特別視されてるんですけど、ちょっと待ってっていうね。なんかルッチも同じような感じで、羽衣みたいなのついてっけど、みたいなのは気になりましたけど、これが何を意味してるのかだよね。パターン1、ルッチが食べた悪魔の実も神様の実で、パターン2、ゾーン系っていうのは全てにおいて覚醒フォルムっていうのになったら必ず羽衣がつくようになるみたいな、パターン3、4ぐらいまでね、なんか思いつきそうだけどどうなのかっていうね。悪魔の実に関して分かりそうで分からないというか、私の解釈、これを初見で一周だけ読んで感じたのは、想像とか夢とか希望とかっていうのがきっかけになって悪魔の実っていうのは生み出される。でも誰かが想像してポンって悪魔の実が世の中に生まれるっていうよりは、想像したものを科学の粋を集めて、巨大な王国の超科学技術の粋を集めて現実的に作り出した、生み出したものっていうのが悪魔の実だっていう、なんとなくの解釈で今のところいますね。だからこそ時々の実が過去には戻れない、それっていうのはアインシュタインが見つけた特殊相対性理論、未来には理論上いけるけど過去には理論上いけないというね、不可能っていうところなんで、きっかけは人の夢とか希望とかなんですけど、実際に作るのは巨大な王国の科学技術っていうところなのかなっていう、そんなところですけどね。まあだとしたら説明がつかないものがいっぱいあるんだけどね。ホビホビとか、ワプワプはいけるよな。スイスイの実とかもよくわかんないけどね。どうやって作るのって言われたら。今週の1070話で言ったら、まあ白いをドーンって読ませたそのわけみたいなところと。最強の人類みたいな言い方もあったしな。最強の人類って言い方がなんかこう引っかかるよね。最強の生命体とか最強の兵器だとかならまだわかんないけどね。歴史上最強の人類。まあまあそこだよな。で、あと悪魔の実の可能性みたいなのも考えていくのも楽しいのかな。殺というかね、想像になりますけど。ベガパンクが今の今まで何をこう作ってきたのかとか、技術者と資金とその辺が必要みたいなところもあったんですけど、今現在までにどの程度の人工悪魔の実を作ってるのかっていう、それもこう想像していくのも楽しいかもしれない。あとはベガパンク10人目ではさすがにないと思うんすけど、でまあベガパンクが入ることによってフランキーもチョッパーもロビンも、もしくはまあロビンは古代文字読めるからあれですけど、他の人のこう仕事を奪ってしまうぐらいチートキャラなんで、ベガパンクが。そのバランスを小田先生がどういう風に取るのか。野田さんのさっきのご意見で言うんだったら、エッグヘッドっていうのが破壊されて、もうベガパンクっていうのは頭空っぽになった一人の人間っていう、エッグヘッドのあの卵のところに蓄積されてるのはデータを記憶している部分だから、記憶がなくなっても天才であることには変わりないんで、全てのことは忘れちゃった、記憶喪失になってしまったベガパンクが10人目に入る。だったらまだバランスは取れるのかなみたいな。だからバランスを小田先生が取りに来るのか、それともチートキャラのまま違う役割を持たせるのかっていうところだと思うんですけど、まあでも私の肌感覚的にはやっぱりここまでの知識と技術とを確立した長年癖が張り続けられたベガパンクっていうキャラクターの知識が一旦リセットされて麦わらの一味に入りますっていうよりは、やっぱりこのチートキャラのまま何らかの役割を持ってて、それこそ世界のためにとか、まあ敵か味方かはまず置いといたとしても、なんか遂行しようとするんだけど死んでしまうというね、なんかそんなキャラクターような気がするよね。まあ、ベジータが死んだ時は涙を流しながらサイヤ人の手でフリーザを倒してくれみたいな感じで悟空に引き継いで終わりましたけど、いわゆるオハラの意思を全部こうね、汲み取って継いで研究していくこうキャラクターっていう。で、これが志半ばで死んじゃう。で、この意思っていうのはまあ、ワンピースはまあ全部そうですからね。受け継がれる意思っていうのが D の意思だけに限らずに、キルルクの意思はチョッパーに受け継がれとかね、エースの意思はサボに受け継がれとか、ジョイボーイの意思はルフィに受け継がれっていう、もういろんな、もう何パターンもね、おでんの意思は桃之助に受け継がれとかある中で、ベガパンクの意思っていうのが誰に受け継がれるのかみたいなね、なんかそんな方向になりそうな感じはする。いや、野田さんの指摘も根拠というよりは、キザルここで終わんじゃねっていう。で、それも結構私的にはかなり納得できるパターンだった。だからキザルがここで終わる根拠を探すかだからね。ただもう終わりでいいでしょうというかね、キザルがなんで戦闘丸におじきって言われてるんだみたいな謎とかがあったりして、いわゆる三大将の中では一番目立ってないというか、それこそどっちつかずどっちでもいいよみたいなキャラクターというかね、赤犬は元帥になってエースを殺した張本人みたいな、めちゃめちゃ強い設定を持ってる。で、青生地っていうのも黒ひげ海賊団に加担して今何考えてるのか、扉絵では描かれましたけど、どんな目的で最終的に何を目指すのかっていうのが分かからないキャラクターとしてめちゃめちゃ強い確固たる地位を2人とも持ってるんですけど、キザルっていうのだけがマジでどっちでもいいというかね、一応大将にとどまってるけど、結果どうなるか何を目指してるのか目的も何もあんま分かんないみたいなね、どっちつかずの正義ですけど。ここでだからキザルが落ちるっていうのは、で対象誰か違うやつがなるみたいなねパターンとか、最終的な世代交代が行われるみたいな。まあもうそれで言ったらどんどん綺麗にはなってくるんですけどね。七部会はもう撤廃されてなくなったんで、三大将っていうのもこの赤犬青生地キザルから藤虎緑牛そして誰かに変わって、四校っていうのも白ひげシャンクスカイドウビッグマムっていう旧四校が、今現在はシャンクス黒ひげバギールフィっていうところなんで、シャンクスだけが元四校のままみたいな、これが誰かに変わるとか黒ひげにそれこそ落とされるとか、そういう方向で進むとかね、いうこともありえるのかな。キザルまあ再起不能とかそういうことなのかな。力のなさを痛感して最高戦力とされる大将の荷はもう重いから退くっていうキザルがそういう判断をするのか、あるいは致命的なダメージをここで受けるのか。でもルフィとかゾロとかがキザルに致命的なダメージ与える感じはしないんだよね。なんかボッコボコにして倒すとかはあるんだけど、まず殺しはしないし、そうするとまあキザル誰かに裏切られてやられるとかそういう話になるのかな。やられると固定するなら誰にやられるのか。でも力のなさ痛感して自ら退くっていうのはこの状況で考えるとね一番考えられるかな。ゾロが完璧に勝つ。まあ言ってもキザル強いからね、キザルが負けることを想像できないっていうコメントもありますけど、で映画でもよく出てくるんだよねキザルね。ずーっと強いんだよねもうここ10年キザルずーっと強いんだよな。ピカピカ最強キザルはベンベックマンに負ける。エッグヘッドのバトルが過激化していく感じがものすごいするというかね、このまま逃げて終わるとかじゃなくてやっぱり過激になっていくんじゃないかっていうことをね私は考えたわけですけども、そんな中明かされていったのが島内にまだいる味方の存在と。まあこれが一番の考察ポイントでしょうね。普通で考えたらね。誰なんだという、まさにミステリーというね、島内にまだいる味方。これをまあ導き出す、その手法は、このチャンネルを昔からご覧くださってる方だったらわかると思うんですけど、こういうね、的が絞れない時とか、候補が多くて大変だという時は、落ち着いて冷静に、まずは条件っていうのをちゃんと明確にして、火の傷の男もそうですし、伝説の悪魔の実もそうですし、条件を精査して、しっかりその条件をクリアしているかどうかっていう、そのこうフィルターをかけるっていう、その作業が大事だと。でそのフィルターをクリアした上でクリアした候補に対してさらにこのキャラクターだったら伏線になっているとされる暗示みたいなところを探していくとか、そこからさらにそれぞれを補強していくみたいなので考えていきたいなというね。導き出した条件はまあ4つですね。条件1、その人物は現在島内にいるっていうこと、これはかなりね重要なポイント。島内の全貌がブワーって明かされてるわけではないので、実は島内にいたとか、実は潜んでいた、実はエッグヘッドに隠れていたとか、ついていたっていうね、逃れ方をすることもできるんですけど、一応条件としては入れておきたいというところ。そして条件2つ目、ベガパンクに味方をしたら、居場所を失って政府に追われてしまうというところ。これも条件ですよね。だから海賊とかを、例えば候補者に入れた場合、これに引っかかってしまうというかね、ベガパンクに味方をしたら、居場所を失って政府に追われてしまうっていう、つまりは海軍側、政府側っていうこう言い方ができる。で、この条件1と2に関してなんですけど、もう一つ若干付け加えるとするならば、この会話ってどういう風になされていったかというと、戦闘丸には申し訳ないことをしたとか、戦闘丸の話をした直後に流れるようにこの会話になっていたっていう、戦闘丸同様みたいなさ、しかし戦闘丸私についてくれたばかりにすまん、どうします、島内にもう一人我々の味方がいます、いや待てあいつも我らに味方したら居場所を失い政府に追われてしまうんやぜっていうところなんで、わしらに味方をしたら戦闘丸同様あいつも政府に追われてしまうとか、そういうね言い方ができる。若干戦闘丸が匂わされているとかね、島内にもう一人っていうのも、島内に戦闘丸とは別にもう一人味方がいますみたいな、この若干のニュアンスですけど、これもね条件のところに加えたい部分でもあるというところですけども。そして条件の3つ目、もちろんです命令を待っていましたというね言葉、これアニメ版だったらもう男性か女性かとか、もうむしろ声だけで答えわかるみたいなね話でございますけど、今回ジャンプで明かされていったため男性か女性かもわからない状態ではございますが、ただこの癖のない敬語というかね、もちろんです命令を待っていましたっていうこの口調言葉遣いっていうのが結構ヒントになるかなっていうねところでございます。そして最後の条件4つ目っていうのが CP0 を抑えられるほどの実力者というで、しかもリア5になったルフィと結構やり合えてるルッチっていう、これを抑えられるっていう話なんで、かなりの実力者じゃないとこの条件4っていうのはクリアできないんじゃないかっていうね。この条件1234、今現在島内にいる人物、味方をしたら居場所を失って政府に追われてしまう人物、もちろんです命令を待っていましたっていうこの綺麗な敬語、この言葉遣いに該当する人物、そしてギア5のルフィとやり合えるレベルに成長しているルッチを抑えられるほどの実力者っていう、この4つの条件を全て満たした人物っていうのをね、探していこうかなというところでございます。一番考えられるのは新キャラというね、この条件をクリアする新キャラっていうのを配置すればそれでしまいっていう話でございますが、それだとまあね、考察になってないというか、そういうパターンももちろんね、いっぱいあるんですけど、散々考えて結局新キャラだったっていうパターンももちろんあるとは思うんですけど、今回に限ってはこの新キャラっていう可能性は一旦考えずに既存キャラに絞って、この島内にいる味方っていうのをワクワクを求めてね、既存キャラの可能性を追っていこうというところでございます。私が4人の候補者その他を合わせると5パターン考えたんですけども、100% から引き算ですよね。そいつが該当する確率は何%なのかっていう私の独断と偏見込みの考え方で行かせていただきたいと。で、候補者は4人プラス、あとはその他に全員をぶち込むっていう話なんですけども、候補者の1人目がキザルでございます。エッグヘッド島内にいる味方キザル説っていうところ、ベガパンクのボディーガードである戦闘丸、これがね瞬殺されていったわけですけど、この戦闘丸がおじきと呼び慕っている印象があるのが大将のキザルと、ただの上下関係ではない、もう少し踏み込んだ関係なのかなっていうところ。現に戦闘丸がもう海軍を裏切ってベガパンクの味方をしていることを考えると、キザルっていうのもね、可能性として考えていくのは正しいんじゃないかというところ、可能性を模索していきましょうと。条件1、これ島内にいる味方っていうところなんですけども、エッグヘッドに到着したことが1070話で明かされていったというところなんで、ギリギリ島内にいるっていう考え方をすることもできるのかな、どうなのかなっていうところですけど、この条件1に関しては1070話の最後に軍艦を呼ぶことが描かれて、今回1071話で全くもってキザルの木の字も出てこなかったっていうことを考えると、もう島内ですでに行動しているとかね、そういう風に考えるとこの条件1はギリクリア満たしていると考えていいのかなというねところ。あとは立場を失うとか居場所を失って政府に追われることになるっていうのはもうもちろんクリアですよね。大将っていう肩書きを持つキザルなんで、世界政府から勅令を受けて抹殺指令を政府から来てるのに、それを裏切るような行動、裏切るどころかもう反旗を翻すのと一緒ですからね。それを助けるなんてことは居場所がなくなるのは目に見えている。この条件にもクリアで、条件4に関してもクリアですよね。ルッチがいくらパワーアップしてるといえど、ピカピカの身の能力者のねキザルであればルッチ各もろとも抑え込むことは容易なんじゃなかろうかというところで、一番きついのがこの条件3、言葉遣いの違和感っていうね、ここが一番厳しいところなのかなっていうところですよね。もちろんです命令を待っていましたってキザルが言うかなっていうね、もちろんだよ命令待ってたよとかさもちろんです命令を待っていましたっていうこの言葉遣いをキザルが言うことがもう想像することすらできないっていう、ここがかなりきちいところ。ただ先ほどもお伝えしました通り、わかんないですからね、設定いくらでも説明することは後から付け加えることはできると思うんで、例えばベガパンクには体温があるとか、わかんないですよ、例えば自分の娘を救ってもらった過去があるとか、もう頭が上がらない何かしらのエピソードみたいなのがキザルとベガパンクの間に差し込まれれば、そういう言葉遣いっていうことは無理やりクリアすることに持っていけるというところもあるんで、ただこの言葉遣いのところはそれにしてもきついのかなっていうところもございます。あとはキザルに関しては先ほどもスパチャとかでもいただいたりもしましたけど、そもそもかねてよりの作戦でエッグヘッドに向かってたこと、これっていうのが海軍にも筒抜けというか海軍と連動しての計画っぽいし、前回ではエッグヘッドでもう逃げ出そうだってそうはいかねえよで軍艦を大量におびき寄せろってキザル本人がそういう命令を出してるみたいなね。でこの辺も説明をしていかなきゃいけないみたいなところもあると。だからその条件はクリアしているものの違和感になってしまう描写っていうのもあるのかなっていうね、説明が必要になってしまう描写っていうのって考えると、私の独断と偏見、キザルが島内にいる仲間の確率は 10%。言って 10% なのかな、ちょっと辛い感じもしますけど 10% あればいい方なんじゃないですかね。キザルがベガパンクの仲間説っていうのはね、私の中ではキザルは 10% というところでございました。そしてガンガンいきましょう。候補2人目、これがステューシーでございます。これはだから SNS 上では一番人気じゃないですかね。今回のレースで言ったらステューシーが一番人気な感じがしますと。こちらに関しては条件1から3漏れなくクリアというところ。まあ区長に関してはね、今回4人の候補者を挙げますけど、もちろんです命令を待っていましたって、この区長に関してはステューシーが一番しっくりくるというかね。ステューシーってなんか言葉に癖があるわけでもないし、常々綺麗な言葉を使っている印象があるんで、スッと入ってくるというかね。今現在エクヘッド島内にまあおりますし、であとは裏切った場合ね CP0 っていう政府の天竜人とかのね直系の組織に入っている分、いろいろこう機密情報もなんかね知ってそうな、こんなやつが裏切った暁にはこいつもう絶対殺さなきゃいけないんだ、もうすでにね。お前いろいろ知ってるよな政府のこと、そんな状態でベガパンク助けるとかっていう行動をするってことはお前マジで消すからなお前っていう、このステューシーがかなり危なくなるっていうのはねまず間違いないんでございますが、条件のね123に関してはもろクリアというところで、まあ唯一の懸念点は条件4ですね。ステューシーがルッチと核を本当に止められるのかっていう、ここが議論の余地というかどうなのかっていうね不安が残る部分が若干あるんですけども、ただそのステューシーっていうのが実力はまだ未知数なんでね、能力者なのかどうかもわかんないし、ただ CP0 を担っているわけですから実力があるのは間違いないで、それが覇気が強いのか悪魔の実の能力が強いのか、その辺が全然わかんないんで、それを今回描くとしたらこんなにうってつけな場所はないというかね、うわ厄介な能力持ってんなステューシーみたいな感じでルッチと核が封じられるみたいって考えると結構ねいいんじゃないかというね今のところで、まあ何よりもっていうところですけども、ステューシーが仮にこう味方だとした場合、私的にその1070話前回の扉へマッツが全員集合して、まあねステューシーだと思われるやつがこう後ろ向いてたんですけど、これなんでステューシーだと確定させずにぼかしたのかっていう人読み考察みたいになってきますけど、これ小田先生の意図としてはこういうサスペンス、仲間は誰なんだっていうこうサスペンスを事後を持ってきたいって考えた時に、ステューシーだと確定させちゃうよりもぼかした方が都合がいいというかね、なんかそんな感覚を私は持っております。これが確定しちゃうとね、ベガパンクとステューシーってやっぱり昔からつながってたんだ、じゃあ仲間って絶対ステューシーじゃんっていう、こう問題が簡単になっちゃう感じがするんで、ここまだステューシーって確定したわけじゃありませんよみたいなね。で仲間って誰だと思いますか、扉絵でもステューシーっぽいしな、でも違う可能性もあんのかみたいな、こうね思考がこうなんだろうな、こう、回っていくというか、いい感じにみんなに考えてもらえるために背中を向けたって考えるとかなり納得ができるのかなね。わざとぼかしているっていうね味方が誰かを。であとはこのエッグヘッド編が始まるとき、まあ覚えてる方ももちろん多いでしょうけども、ルッチの発言ですよね。エッグヘッドのこのねベガパンク抹殺命令みたいなのと、先日のルルシア王国の件何か関係があるのかっていうこう詮索めいたことを、ね、CP0 内で発言したときに、その詮索を制するような発言をスティッシュはしてたと。頭の切れる人の詮索はね勘弁してくれみたいな、そんな感じのニュアンスのことをまあ言ってたと。仮にベガパンクの仲間味方だと考えるんであれば納得はできるですよね。変に頭の切れるやつにベガパンクの謎にたどり着かれたくないというかね、ルルシア王国の件とベガパンクの件がつながってることをこう悟られたくないから詮索することを制したって考えれば、そこも辻褄が合うとかね。であとはエッグヘッド懐かしいなって言ってることとか、まあこれはあのねマッツでまあ匂わされてることでもありますけど、そのあたりっていうのをまあいろいろ考えると、私の考えるステューシーが島内にいる仲間である確率 40%、 これはステューシーの確率はまあ私の中ではまあ 40%、 かなり高いですね。かなり高いです。私の中ではステューシーの確率は 40% なんじゃなかろうかという結論でございます。そして、ガンガンいきましょう。候補3人目、これがフジトラでございます。フジトラ、急にフジトラというね、感じは否めないと思いますが、彼が、味方である可能性もまあ考えていきたいと。まあ、条件に関してはまあ喋り口調だけですね。喋り口調やっぱり命令を待っていやしたとかそっち系になるっていうのはまあ想像できるところ。ただ124に関してはまあ一応クリアというね、島内にいるっていうのもフジトラ自体今どこで何してるかっていうのがね当分描かれてませんし、であとは杯から麦わらとねローの首を取ってくるまで海軍の指揮をまたがせんぞみたいなな喧嘩してる時のあれもあったりしたんで、藤虎って意外とこう自由に動ける立場なのかなっていうね。青生地とかもなんかねチャリンコで勝手に動いてましたけど、大将なんだからこそエッグヘッドにとかに自由にこう来れたりもしてたのかなとか、そういうところで言うと1に関してはまあクリアすることはできると。で2に関してもまあ余裕でクリアですよね。立場が大将なんで、キザル同様これが政府に立てつくような行動をしたらもう居場所を失って政府に追われることになるのはまあ明確で、あと4に関してもルッチと核を抑えられるかっていう条件に関してもまあもちろん大将ね藤虎であればいけるでしょうというところ、喋り口調だけがまあ唯一の懸念点。ただまあ先ほどキザルのところでも言った通り、ベガパンクとの関係性とかっていうところで言うと、ベガパンクにはそういうね喋り方になってもまあ裏切りというかそこまではなんないというかね。であとは考えるべきはそのね桜花支部会の撤廃っていう部分、905話とかでね緑牛と藤虎が喋ってる部分がまああるんですけど、覚えてる方も多いと思いますけど、まあ緑牛が初めてシルエットで出てきて3年何も食べてねえとか、お姉ちゃんがあんしたら食えんのになとか、なんかラハハハっていうな笑い方じゃ結局何なんだとかいろいろあって、そっちに注目しちゃって忘れてる方も多いと思うんですけど、ここで緑牛と藤虎ってねある会話をしてて、緑牛は藤虎に対して長旅だったねどうだったベガパンクのおっさんはって聞いてるんですよね。でそれに対してまあ目は見えないんだけどすげえもんができてやした、で桜花支部会はもういらねえっていう会話になっていくっていう。まあでもこれ今考えるとエッグヘッドで多分セラフィムが完成していることを覇気で感じたのかね耳で聞いたのかっていうところですけど、それをまあ緑牛に説明してたっていうところなんで、藤虎とベガパンクにつながりがあることは確定というか、セラフィムをどういう兵器かを説明を受けたかもしれないし、ちょっと世間話もしかしたらしたのかもしれないし、もしかしたら藤虎がなんで海軍に入ったのかっていう話とかをね意気投合したりしたのかもしれないしとかっていう、そういう風に考えると接点があることは確定してるんで可能性を広げていくことはできるのかなみたいな。であとはそもそもなんだろうね、牛虎う辰巳のそのね小田先生が SBS で紹介した話、三大将の反対側鬼門に当たる部分に藤虎と緑牛がいるのは政府を裏切るってことですかみたいなところで、であとはドレスローザで現にね土下座をして杯とぶつかったり、反政府とかそういう動きを現に藤虎はしてるんで、海軍が土下座するとかそれこそ波紋絶縁でいいようなねむしろこっちからやめてやるわいぐらいの気合が入っている藤虎なんで、海軍の居場所なんて別に知ったこっちゃねえというか、そんな行動を繰り返す藤虎でございますが、私が考える藤虎候補3人目の藤虎が党内にいる仲間である確率はしかしながらの 10%。さすがにね可能性もちろんあるんですけど、さすがに急すぎるかなっていうのもあるし、一応伏線はねベガパンクとのつながりとかさっきお伝えしたそれあるんですけど、さすがに党内にいる味方が藤虎でしかもその喋り口調もクリアしなきゃいけないハードルがあるんで、まあ 10% あればねいいところかなっていうところでございます。どうなのか。そして最後の候補者4人目スモーカーでございます。パンクハザード編でまあモチャが大きくなったりしてて、まあシーザーのね巨大化の実験に利用されてしまっていた子供たちっていうのを、シーザーを倒したり子供たちを救出したりした後、それを経て子供たちをベガパンクのところに連れていくっていう描写が本編に描かれていったと。でなんかベガパンクのことをね子供たちがデカパンツって言ってることとかがなんか結構ね印象的に覚えてると思うんですけど、っていうことで言うとそのね今回エッグヘッド編っていうのが始まって序盤あたりで G14 っていう海軍の組織の様子が描かれて、でそこにはあんなにでかかったけどもうちょっとちっちゃく縮んでいる治療に成功している子供たちとタシギの姿が描かれている。でこれ G14 とエッグヘッドが近くの島同士っていう描写もありましたし、スモーカーとベガパンクが、もちろんつながっているっていうところは確定というか、あったことないとは言わせねえぞみたいなねところでございますけど、でまあなぜか見当たんないんだよねまだね。いつも常々タシギのそばにはスモーカーがいて2人で一緒に行動していたっていうのがずっとある中で G14 にスモーカーの姿がない。で今回皆さんお気づきの通りパンクハザードとエッグヘッドってねかなりのリンクがブワってある中で、パンクハザードでのスモーカーの役割ってめちゃめちゃ多かったし、ローとね戦うとかベルゴからローの心臓を取り戻すとかで、ドフラミンゴにやられかけたところをクザンに助けてもらって白山が黒ひげに加担する理由とかを多分話すとか活躍したわけですけども、エッグヘッドでその様子が一切ないどころか登場すらしてないというところなんで、ここで、ベガパンクの味方としてスモーカーっていうのが配置されている可能性はもちろんあるんじゃなかろうかということで可能性を考えていこうと。で、条件に関してはまあ1から3まではギリいけるかなっていうところかな。島内にいる、っていうのもまあもともといたとか G40 にタシギがもういることは確定してるんで、そのそばにいるスモーカーはエッグヘッドにいた、で現在島内にいるはもう全然別にね不自然な話じゃないっていうところで、まあ条件の2に関しては、まあ当然政府を裏切るとかっていう展開、世界政府の勅令を無視してそれに反旗を翻すような行動をしたら居場所がなくなるっていうのはスモーカーとて例外ではないのかなっていう。であとはまあ言葉遣いっていうところがクソくらいとか上司に言うタイプのねスモーカーなんで、言葉遣いの部分だけこう若干だけというかね若干違和感はあるのかな。もちろんです、命令を待っていました。まあでも言いそうっちゃ言いそうだよな。なんかその前例がなんか1個でもあるといいけどね。ちょっと過去のスモーカーの上司との会話のセリフまでは遡れてないですけど、まあ三角ぐらいなのかな。であとは厳しいのが条件の4もあるよね。スモーカーっていうのはパンクハザードでローに負けてベルゴに負けてドフラミンゴに負けたっていう3連敗したキャラクターっていうねスモヤン弱みたいなね。まあもう戦う相手がきちいんだけどね、全員戦ってる相手が全員きちいし、であとはそのベルゴと戦ってた時はさっきも思い出して盛り上がりましたけど、あのベルゴ対スモーカーはいい戦いだったというか、なんかやりゃ気が済むの、なんで必要にお前能力使ってんのっていうさ、ベルゴからするといや覇気は俺の方が強いんだから体積増えるだけじゃねえかよって言ってボッコボコにされてるスモーカー、まだ能力使うのかよって言ってたら、実はスモーカーはベルゴを倒そうとしたんじゃなくてローの心臓を奪い返そうとしたっていうね、注意をそらして、であれがなんだろうね、熱いよねあの戦いで。こう海賊に借りを作りたくないスモーカーはローの心臓を奪ってボロボロになってほらっつっててめえで切りつけろっつって、でそこで SAD ぶった切りがバッシーン決まるわけですから、あれだからローがかっこいいシーンなんですけど、いわゆるスモーカーとの合わせ技一本みたいなやつだよねあれね。であそこでぶった切りで歯車を壊したどのシーンに繋がるわけですから、なかなか熱かったと。まあ話と取れましたけどもスモーカーが弱いとされてるんでルッチと核を止められるかみたいなね。このスモーカーが味方だとしたらステューシーは敵になるっていう話なんで、スモーカー一人でルッチ各ステューシーを本当に止められるのかみたいなさ、ところ。例えばクロコダイルが急に20何億まで昇格するとかね。まあルッチもそうですけどね。スモーカーがあの後その3連敗を喫した後に死ぬほどトレーニングしてめっちゃ強くなっているって可能性とかもまあ考えられるのかなとかね。って考えるとまあ条件1から4に関してはまあ三角の部分もありますけどギリ超えていけるのかな。であとはそのパンクハザードとエッグヘッドのリンクっていうところで言うと、不自然にも姿を見せてないスモーカーにエッグヘッド内で重要な役割っていうのが与えられるっていう可能性は高いと言えるのじゃないかというね。でまあ熱い話とかで言うと、まああの時ベルゴの手からまあローの心臓を取り返したのがねスモーカーでございました。ならばエッグヘッドで取り返さなきゃいけないのはって考えると、まあクマの心とかね、いうところなのか、クマとローのねなんか服装の一致デザインの一致みたいなのもちょっと気になるところですけども、あの時ベルゴからローの心臓を取り返してくれたようにスモーカーが何らかの活躍をしてクマの人格を取り戻してくれるとかね、そっち方面に行ったら熱いでございますというところで、私が考えるスモーカーが島内にいる仲間の確率35% でございます。TUC より 5% 低いけどね、私的には結構あり得るかなっていうところで、あと 5% 残ってるんで、ここにね、残りのキャラクターをぶち込もうと。コングとか戦国とかね、青生地とか緑牛とか、あとはなんか意外なキャラクターとかね、いろいろ候補いると思いますけど、こいつらをまとめて 5% のところにぶち込もうというところで、私の考えるエッグヘッド島内にいる仲間、キザルが 10%、ステューシーが 40%、フジトラ 10%、スモーカーが 35%、こういう結果となりました。皆さんはいかがお考えでしょうかと。もっち先生が言うその消去法わかるよとか、あその条件わかるよ、なんかステューシーかスモーカーっぽいなとかってね思ってくださったりする方もね中にはいるかもしれませんけど、小田先生マジで外してくる可能性あるからマジで誰も当たらない球投げてくる可能性あるんでね、こういう時、そういう時はもう無条件でね三振にならざるを得ないというところでございますが、むしろ三振したい気持ちがあったり、ね、そういう部分も実はあったりしますけどね。38年前ゴッドバレ事件があってマッツが例えば結成されて買収されて革命が誕生されたこの流れの中で、こいつらのこの目的、これ共通点の1個の線にこれを結ぶとするならば扉絵連載で描かれているジェルマの無感情回遊記が、これ現在マッツの過去編に入っておりまして、これがだから本編と連動している可能性はこう極めて高いんじゃないかというところで、小田先生が物語の情報を補完するために連動させているみたいなね感じで考えるのが、まあ今のところ自然なんじゃなかろうかというねところでございます。そして今回マッツの成り立ちとかね、そのあたりを詳しく考えていきたいと。マッツ周りの時系列なんですけども、これ扉絵連載の過去編っていうのは時系列っていうのが何年前みたいなのが確定してないというねところ、明記されていないので、ズバリ何年前かを特定するのが難しいんですけども、ヒントになるのがベガパンクのそののみのみのみの特性ですよね。ベガパンクは悪魔の実の能力によってデータを蓄えれば蓄えるほど頭が大きくなるっていう、そういう説明があるので、ここからある程度の推測が可能になるんじゃないかというね時系列のね。で確定しているところとしては、本編で描かれましたバスターコール5の小原で33歳のドラゴンが43歳のベガパンクと会っていたことが明かされたわけですが、この描写を軸にまあ考えていきたいと。現在55歳のドラゴンが33歳の時なんで、つまりこの22年前で小原でねベガパンクと会ったこと、革命軍の成り立ち、その時はまだ自由軍だったんでね、そこから革命軍にね発足していったっていうところにこうつながっていくんじゃなかろうかっていうねところでございます。で革命軍がまあ22年前なら、じゃあマッツの発足時期っていうのは、大体何年前になるのかというところでございます。これのヒント、マッツの集合写真、例のステューシーが後ろ姿で描かれているところなんですけど、このマッツの面々っていうのはこのかなり若々しさが感じられたというか、今の容姿姿形とあの時の集合写真の姿形って結構こう離れているというかね、だいぶ前なんだろうなっていうところもありました。そしてのみのみのみの能力者のベガパンクの頭も小原でドラゴンと会っていった時と比べるとかなりコンパクトでございますと。この辺りは結構ねヒントになってくるんじゃなかろうかという部分。そして覚えてる方も多いと思いますけども、ビンスモーク4時ですよね、のセリフに「俺たちが生まれる前父ジャッジはマッツに所属していた。しかしベガパンクが血統因子を発見したことによって世界政府はマッツを買収。父だけは政府の手から逃れてジェルマにて命のコピーと改造の研究、つまりクローン兵のね生み出す研究を続けていた」とありますよね。これだからもう完全に今クローンの話でクローン兵をこう生み出そうとね研究を続けていたジャッジっていうのはもう完全にこうつながっていくところ、まあ、扉絵とのつながりもありますしね。で俺たちが生まれる前ジャッジはマッツに所属していたっていうね4時のセリフなんですけど、1時2時3時4時0時10の中で最高齢が24歳の0時なんですよね。ということはマッツ発足時期っていうのは最低でも24年以上前になると、このセリフからね。でこのワンピースの年表とこう照らし合わせて24年以上前でマッツ発足のきっかけとなり得る出来事ってなんだろうって考えた時に、これもう一択なんじゃないかっていうね、それが38年前のゴッドバレ事件ですね。私的には、まあもっと前とかっていう可能性もあるんでしょうけども、いろいろな事柄を考えると38年前のゴッドバレ事件、これがマッツを発足させる起因となる出来事だったんじゃなかろうかっていう。で今回ステューシーっていうのもロックス海賊団の、ミス・バッキンガム、これのクローンであることもこうね確定してるんで、ゴッドバレ事件とマッツっていうのはステューシーで繋がるというかねいうところもあります。まあなのでおそらくは当時の、ミス・バッキンガム、ステューシーも関わっていたであろうこの世界のタブーに触れてしまった事件、ゴッドバレー事件を、もっと言えばその直後にマッツはね発足したのではないかという予想を、立てることができるのではないでしょうかと。37年前とかね38年前にゴッドバレー事件が起こりました。で37年前に例えば、マッツが結成されました。でその37年前から24年前のこの間にベガパンクは血統因子を発明してマッツっていうのが世界政府に買収されるという事件というかね起きました。でジャッジだけはそこから逃れてクローン兵の開発を進めていたと。で、22年前に革命軍がまあ誕生したと、小原の一件を含めて。でこのマッツ、あるいは革命軍っていうところの直接の関係者が現在何をしているのか、今まで何をしてきたかっていうのを考えていくと、例えばドラゴンっていうのはまあ天竜人を直接倒す革命軍を作ったと。そしてベガパンクといえば、まあ、エッグヘッドで政府に買収されながらも秘密裏にこういろんな研究をしていると。で世界政府にこう加担するような研究も、もちろんあったりするんですけども、回廊石器なのか、あとパシフィスタの提供とかね、いろいろあるんですけども、そういうことをまあしている。で、実際はこう天候をコントロールしたいとか人工太陽を生み出したいとか、そっち方面の政府には知れ渡ってないそういう秘密の研究も、している。あとはクマの人格を消したのもまあベガパンクですよね。でジャッジといえば、まあ、命のコピーと改造クローン技術をこう研究していたと。でシーザー、これが殺戮兵器ね、死の国とかっていうのもありましたけども、あとは子供の巨大化っていうのの実験、とかね。であとはクイーンですよね。クイーンはまあ110海賊団の幹部として、まあ、自分の研究結果っていうのもこう武器とか兵器にしながら存在していると。で、まあ、カイドウの目的っていうのが世界を壊すことでございます。で、まあ、スティルシー、まあ、ミス・バッキンガムがオリジナルだとするならば、白ひげのクローンっていうのを自ら作って白ひげの遺産を手に入れようとこう画策していると。で、ね、38年前ゴッドバレ事件があって、マッツが例えば結成されて買収されて革命軍が誕生されたこの流れの中で、こいつらのこの目的、これ共通点の1個の線にこれを結ぶとするならば、これやっぱり世界政府を破壊するとかっていう目的でこの兵器の開発をしたりクローンの開発をしたりクマにプログラミングをしたり天竜人を直接倒そうと組織をこう作ったりっていう、これ全員の目的が世界政府の破壊なんじゃなかろうかっていうのが私的にはこう見えてきたなというかっていうところなのかなっていう。まあゴッドバレ事件でね、どういう真実が隠されてたのか、世界のタブーに触れすぎたためみたいな話もありましたけど、これが何を意味するのかっていうのが分かりませんけども、私的にはこの一見こうバラバラに見えるじゃないですか、こいつら科学者、マッツの面々はどうしてもこう一枚岩には感じられない雰囲気があるので、こうね、共通点を見つけるのが難しいんですけども、こう時系列を精査してそれぞれの行動を考えていくと、まあ私的には絶対それしかないと断言できるのかなっていうね。だからゴッドバレーで世界のタブーを知ってで平和を維持するために平和の害になるのがやっぱり現世界政府天竜人五老星であるっていうこう決断を下した科学者たちが立ち上げたのが、マッツ、破壊しなければいけないと立ち上げたのが、マッツでございますと。ベガパンクもこうやって銃持ってますしね、マッツの集合写真とかだとね、結構こう攻撃的な平和機関と言いながら、そういうね雰囲気が出てる。で22年前ですよね、運命のお原で、まあ、クローバー博士の無念とかさらに深いところの世界の真実を知ったベガパンクとドラゴンは世界政府の破壊とかっていうのを目的をより強固なものにしていき、今現在に至るのではなかろうかというところでございます。なのでジェルマ0006とかシーザーとかね、あとはウィーブルを連れて行動しているミス・バッキンとかマリジョアを目指すこのクマも含めて世界政府の破壊っていうのを実現させようと動いている可能性が極めて高くなるんじゃないかじゃないかっていうのが、私の結論ですね。でだからこそなんですけど、世界をひっくり返すっていうのは世界政府を崩壊することっていうのはなんとなく我々の頭にあるじゃないですか。このワンピースにずっと描かれ続けている悪の元凶というか一番の問題点っていうのはやっぱりこの五老星とかイム様とか天竜人であり、奴隷制度とか天上金とかそういう支配体制っていうのを崩壊することがこう最後の目的になっていくんじゃなかろうかみたいな、ところなんですけども、こうなってくるとちょっと考えられるのが、このロジャー海賊団が導き出した答えっていうのとマッツが導き出した答え、ベガパンクがドラゴンが導き出した答えっていうのが一緒かどうかっていう問題がまずあって。でロジャーが言う世界をひっくり返すっていうのとベガパンクが成し遂げたい世界政府がない未来みたいなのが仮に一緒だとするんだったら、ルフィと敵対する可能性すらあるなと思ってるんですよね。レイリーの言葉で我々が導き出した答えと君たちが導き出す答えが必ずしも一緒とは限らないっていうセリフがあるんですけど、それって裏を返せばロジャー海賊団が出した答えとルフィたちは違う答えを出すっていう言い方にもなると思ってて、でそうなると革命軍とかマッツとかが天竜人を倒そうとする動きっていうのをルフィたちが止めるっていう、そういう構図にもなりかねないなっていう、まあそうなると結構そのゴッドバレー事件とかにもなんか通ずる部分も出てくるんですけどね、天竜人をなぜかロジャーたちが守ったみたいなところがあるんですけど、だからゴッドバレー事件の再来っていうのが起こり得るとしたら、ルフィとベガパンクは敵対しそうな感じがする。どっちかっつったらこのマッツっていうのは今回ロックス海賊団の一員であるミス・バッキンとの関係性も明るみになったわけですから、ロックス海賊団の復活みたいなところで言うとマッツはそっち側だもんね、どっちかっていうと。で世界政府をこう直接倒そうとするとかで、それをルフィとコビーが協力して止めるみたいな流れになるとすると、ゴッドバレ事件の再来みたいなことは実現しそうですけど。これがルフィたちがどういう結論を出すのか、世界政府を滅ぼそうとする動きっていうのが今もう明確にこう描かれてき始めてるんで、これに対して麦わらの一味はどういう行動をとるのか、私の中でですけどそっちに協力しそうな感じ。だからベガパンクの目的とかね、いろいろなこう組織の目的っていうのは打倒政府っていう風にこう一枚岩にどんどんなってって、麦わらの一味がそれの先陣を切るみたいななんかイメージしてたんですけど、なんかこの感じで言うとそうやって暴走しそうなこう組織とかっていうのをルフィたちは止める役割持ってんのかなとかね、なんかそんな感覚を、まあ本当にこれ最終回付近の話してますけど、最後世界がどうなるのかみたいな話してますけど、このマッツの最終目的、まあ分かんないですよ、もちろん確定では全然ないですし、マッツは元違法な研究チームっていうだけでもうそれぞれ別の夢っていうのをそれぞれ持ってて、もう別々に単独で全員が動いている研究者たちはっていう可能性ありますけども、なんか私が考える一個の筋っていうか共通点みたいなところで言うと、やっぱり世界政府を滅ぼすっていう筋になってるなっていうね。どの研究者もね、クローン技術の成功交代であるステューシーっていうのが党内にいる味方であることがほぼほぼ濃厚になってるっていうことは、少なくともベガパンクとステューシー、ベガパンクとミス・バッキンっていうのはもしかしたらこう協力体制にあるんじゃなかろうかみたいな。でそうなるとシーザーもジェルマもマッツっていうのは買収されて解散したように見えますけど、実はまだその思想意志は生きていて、その最終目的のために全員がバラバラに見えるけど一つの目的に向かって動いてるって考えるのが自然なのかなみたいな。まあただその革命軍とマッツの目的思想っていうのが一致してるかって言われると、そこがなんかねまだクエスチョンが私の中ではあるというか、小原でドラゴンとベガパンク合ってるわけですけど、マッツっていうのはその十数年前から多分あったでしょうし、そこでクローバー博士の意思っていうのをお互いが確認しているわけですけど、これ同じ一枚岩かと言われるとそうじゃないよマッツと革命軍はところでございます。そうでクイーンに関しては百獣海賊団に所属していて、カイドウの目的っていうのは、ね、世界をぶち壊すことっていうところだったんで、マッツで掲げた目的と同じかもしれない可能性があるっていうかね。であとは気になるのはそうですね、まあベガパンクに合わせろみたいなそのオロチの発言もありましたけど、ワノ国とベガパンクも少なからずつながってるし、百獣海賊団とベガパンクのつながりも全然想像できるところなんで、でもカイドウ自体がそんなあれじゃないんでね、マッツの夢目的に賛同して協力するタイプじゃないじゃんカイドウってやつはなのでそのカイドウの百獣海賊団にクイーンが在籍してるってことは、もうマッツは俺には関係ねえというか、俺は俺でやりたいようにやるってなったのが、まあクイーンだったのかなっていう、ただ目的はずれてないというか、そういうところなんじゃなかろうかっていう。ここに五老星が来たことっていうのは、この意見順位の中に五老星が入っていることを回収する役割も持ってるよね。スフィンクスにウィーブルいるっていうことは予想してたところだったんすよね。ワノ国が終わってマルコはシャンクスの船に途中まで乗せてもらってスフィンクスまで乗っけてもらったみたいな、ここまで連れてきてもらえたらもう大丈夫だよいっつってマルコは飛んでスフィンクスに行くんすよね。この描写がすげえ意味深だなっていう話をその時させていただいてて、ね、なぜかというとシャンクスにスフィンクスの港まで送ってもらったっていう描写でいいような感じがするんだけど、そうはせずにシャンクスはスフィンクスには上陸しなかったっていう描写に小田先生がしたってことは、これシャンクスがスフィンクスに到着しちゃってたらなんか解決できるトラブルみたいなのが小田先生が描きたいからこそシャンクスを上陸させなかったんじゃないかみたいなメタ的なこう予想をしてて、でスフィンクスにトラブルがあるとしたらもう消去法でウィーブルしか考えられないっていうね。でクロスギルドとかブワーって描かれた中でウィーブルの行動っていうのがずっと描かれてなかったんで、スフィンクスで白ひげの遺産を狙ってるウィーブルが大暴れしてるんじゃないかっていう仮説を立てて予想してたんですけど、なんか白ひげの遺産を狙って大暴れしてたじゃなくて海軍から白ひげの遺産を守ったみたいな感じだったね。いやこれだからイケメンに描かれてるけど、ウィーブルっていうのはねイケメンエピソードっていうのがいつか描かれるっていうのは小田先生からこう示唆されてますけど、でも緑牛にはやっぱり勝てねえんだやっぱりね。だから強さ的にはウィーブルは緑牛よりも下にいるんだね。でも白ひげの若い頃の強さだとしたら緑牛も倒してほしかったけど、そういうことじゃないんだね。シャンクスと緑牛ってさハキーで緑牛お手上げみたいな感じで逃げていったみたいな描写ありましたけど、シャンクスで緑牛でウィーブルとかなんだね、強さのあれとしてはね。いやーにしても五老星動くのはすごいね。五老星がここで動いてどういうことが考えられるんだろうな。でもベガパンクと一度だけ会ったことがあるパターンさん単独なのはどういうことなんだろうね。五老星が来ることによってして、やっぱり意見順位っていうのが結構大事になってて、で、今回の1073話の描写で、意見順位が同列だった場合、命令を書き換えることができないみたいな。だ最初の命令ミスったらマジ取り返しつかないけどね、そうなったら。4位が意見チップ所有者、3位が戦闘丸、2位がドクターベガパンク、ステラプラスサテライト、で、1位が五老星っていう、そういう順番なんで、ここに五老星が来たことっていうのは、この意見順位の中に五老星が入っていることを回収する役割も持ってるよね。五老星がセラフィムに命令したら、その言うことっていうのは、作った本人のベガパンクよりも、五老星の言うことを聞くっていうところで言うと、この4体のセラフィムを敵にされる可能性が極めて高いみたいな。そうなってくると戦況がだいぶ傾いてくんのかな。サタン星主眼。ガープ並みに強いのかな。まあね、五老星無能説みたいなね、ヤフーニュースでも取り上げられるぐらいのこともありましたけど、ここに来てこの五老星が無能かどうかっていうね、把握できるんじゃなかろうかっていう。無能言われてきたじいちゃん、ついに動く。しかも、軍艦めちゃめちゃ来てるね。ベガパンクがいなくなったことと五老星ってもちろん関係あるのかな。ベガパンクからすると CP0 っていう世界最高の諜報機関、その CP9 すら表にほとんど出てないのに CP0 ってもう直近だよね、天竜人五老星の。この中にステューシーを忍び込ませてたみたいなところなんですけど、それをやり返されんのかな。そんなことは百も承知だったみたいなさ、その上をゆがれんのかな、ベガパンクが。実はベガパンク側にも裏切り者を忍び込ませることができててみたいな。スパイ返しやり返されたら怖いけどな。ただ違和感はあるんだよね。CP0 に潜入するって、まあ難しいはずじゃん。そいつの素性も調べられるだろうし、その時にそのステューシーとベガパンクに何のつながりもないとか、で、ミス・バッキンガム・ステューシーっていう、ロックス海賊団の本名からステューシーを取って、ステューシーとして活動してたんだったら、お前あのロックスとなんか関係あんじゃねえのってなるけどね。CP0ゼロとか、五老星、天竜人、元帥とか大将とかその辺がバカじゃない限り、お前ロックス海賊団の関係者だろうみたいな、ちょっと調べさせてもらうぞになりそうだしな。さすがに気づきそうだよね。毒味チェックしたってことは不老不死じゃない。毒味も気になる。このさ、スフィンクスを間に入れてるっていうのも、まあミス・バッキンとのつながりみたいなとこなんだけど、やっぱりその先週お話しした通り、マッツっていう組織が思った以上に重要な組織で、で、この先の物語に関わってくるっていうのはやっぱり確定だし、今回ミス・バッキンの口から白ひげとウィーブルの血縁お前も疑ってんだろ、証明できるやつならいるよ、ベガパンクだ。だからこのセリフもベガパンクとミス・バッキンっていうのは今も協力体制にあるっていう話だよね。だって絶対血縁じゃないはずじゃん。だからこれを嘘つくって話だよね、多分ね。白ひげの遺産をベガパンクも手に入れるために。だベガパンクが欲しいのは今お金で、お金さえあれば研究費っていうものを作ることができる。で、そしたら天候をコントロールすること、人工太陽を作ること、鉄巨人の動力をね、見つけることとかっていう、こうお金さえあれば、こうできる研究っていうのが、ブワーってあることがエッグヘッド編では語られてますけど、そのために協力体制にあるミス・バッキンは白ひげの遺産を狙うと。で、それっていうのが、実は自分は白ひげの愛人だったんだ。現にこうやって子供もいるんだ。で、DNA 鑑定してくれよ、じゃあっていう。証明できるやつならいるさ、ベガパンクだって言ってるってことは、科学的にもそうなんだっていうね。これ、紛れもなく白ひげの息子だっていうことを証明できるから、あんた遺産よこせって言ってるってことだもんね。白ひげの遺産っていうのを何に使うかっていうと、自分の私利私欲のためにミス・バッキンは使おうとしてるというよりは、多分ベガパンクに横流しして研究費用に当てるっていうことの方が、こう物語にこう筋が通るというかね。だからジャッジもシーザーもミス・バッキンも、おそらくはマッツが当初掲げた目的っていうところに沿ってみんなが行動してるみたいな風に考えた方がいいのかなみたいな。そう、ベガパンクが怖いんだよな。今回扉絵で、無感情回遊記、火薬に咲く花 GP フラワー開発で、イベル平和賞ってなってますけど、イベル平和賞受賞を知ったシーザーとかがこうやって驚いてんだよね、こうやってね、こうやって。だからお前すげえなって話じゃねえのこれ。だから本当の目的は世界政府の破壊なのに、その目的を達成するためにそんなことまでお前やるんかみたいな。だから平和っていうものを掲げたり、そのクリーンな団体であることをガンガンこう世界に発表していかなきゃいけないっていうさ、クリーンな科学者であることを世間にこう広めていかなきゃいけないっていう目的を遂行するためにね、本当の目的は世界政府の破壊なんだけど、そのためにもう手段を選ばない、そんなことまですんのかいみたいな表情に見えるよね、シーザーとかクイーンの。で、それをなんかこう裏付けるように、ベガパンクの顔がめちゃめちゃ怖いんだよね。いやだからそこはもう確定でいいような気がすんな、俺は。ベガパンクは世界を破壊しようとしてて、マッツっていうのはそれに沿った行動をしてる。で、今も協力体制にあるミス・バッキンをはじめとして。で、ただ今回、そのベガパンク失踪ってなってるってことは、まあ同時に一緒にいたボニーも失踪だと思うんですけど、失踪って言っても、党内にはいるよね、まだね。ただまあ、ベガパンク狙ってるやつはめちゃめちゃいるからな。黒ひげも狙ってるでしょうしね。ワノ国ではオロチも狙ってたしね。ベガパンクに今度合わせろとか。ベガパンクを狙っている組織とか、狙っている海賊とか、そんなのはいっぱいいるから、犯人はめちゃめちゃこう、増えていくんでしょうけど、この状況下で、迎撃システムっていうのが一瞬解除されたけど、また復活してる、このエッグヘッドのラボフェーズにおいて、いや、消えるってありえないんだよな。もう、この中にいるとしか考えられないよね。サテライトの中にとか、熊の記憶が飛ばす力を持っている。ドアドアでブルーノがさらったとか、